はい。じゃあそろそろ行くか。まず1軒目行くか。1軒目。ちょ待ってな。BGM ないと乗ってけへんから。1軒目から行きます。ちょっと待って。BGM だけちょっと、俺の気分が乗ってけへんから。どうしようかな。これにしとくか、いつも通り。いや、ちゃうな、ポップすぎるな。あ、ちょっと待って、あれ流れた。あ、そうか、飲み物1軒目終わってから行くわ、1軒目。まずは、一番最初の、あ、カカオちゃんおはよう。一番最初の、タイトルにもなってる、SS さんという方について少し語っていこうと思います。まず、まあ、僕と、SS さんとの出会いから行こうか。そこまで遡ろうか。うん。まあ、SS さん。SS で、かっこ、Q、もんもんっていうアカウントの人。うん。まあ、ここ。まあ、Q、もんもんっていうアカウント。まあ、僕はこっちの方で慣れ親しんでたんですけど。あー、パワーナス、オッケー、うまい、オーケー、C の人、オッケー。うまい、ほっと。うん。旧モンモンというアカウントやった方です、これは。うん、で、今、SS から改め元い S っていうアカウントで活動されてるそうです。はい。現在はね、はい。S というアカウントで、はい。活動再開されてるそうです。はい。で、一応まあ、言うと、爆投げ師界隈の人です。爆投げ師。もともとそう、爆投げ師界隈の人で、うん、そうそう、もうホワイトボードいらないです。これでなんとなく分かったんですね。とりあえずは一旦で、これももうカッコ9でいいです。言うたら9、爆投げ師界隈の人でいいです。言うたらここまで OK。 今回復さんのところにもおったし、はい。それでも直近の話やろう。42号男性です。はい、もちろん男性です。男性です。まあ、9です。はい。で、まあ、戻りましょう。じゃあ、こっから。ここからちょっと、戻っていきましょう。まあ、僕も言うて、まあ、言うてさ、鳴かず飛ばずで、まあ、ね、趣味程度にやってた期間合わせれば、まあ、7年ぐらい放送してて。で、もんもんとは多分もう、6年ぐらい前。うん。6年ぐらい前からの、まあ、知り合いではないねんけど、会ったことないから。知り合いではないねんけど、まあ6年ぐらい前からいてる、まあ子さん系リスナーさん。うん。で、その当時はやっぱり結構、まあ社長って、うん。社長って言ってて。で、まあ僕に限らず、まああっちゃこっちゃでぶん投げててみたいな。まあ、そんな感じの一つ言うたら。うん。そう。で、もうめちゃくちゃ古い話やから、まあその、名前は出したのちょっとかわいそうやけど、まあ、あられちゃんが多分交際してた期間があったはず。まあ少しの期間やけど、うん、そう、その6年前ぐらいの話な、言うたら。で、もっと言うと、僕が知ってるリスナーさんとも交際みたい、まあ、ちょっと色沙汰みたいな。うん、もう好きだの好きじゃないだのみたいな、そのやってた期間がある、うん、だから実際に会ったことある人は配信界隈にまあまあちらほらはおるんすよ、言うて、うん、ただ俺の印象やけど、その6年ぐらい前からまあ2年か3年間ぐらいまあぶん投げてて、間バンとおらんくなってはったんすよ、もう不安にも。うん、間バンっていなかったんですよ。で、また、去年の、どうやろうな、9月か8月ぐらいからまた浮上しだして、うん、浮上しだして。で、まあ、また、セミ爆投げぐらい
の勢いで、まあ、あっちゃこっちゃで投げてた、うん、それはもう、それはちなみに俺も含む、俺も結構アイテムもらった、その人のアカウントから。あ、うん、見てる見てる、俺定期的に見てる、ちなみに。うん、ここまでは OK？ SS さんについて。もうわ、今ここわからんことあるっていう人もうおらんよね、多分。ここまで OK。 ちょっとその辺、間飛んでた期間とかはちょっと俺もその別にそこにだけフォーカスしてたわけじゃないから曖昧やけど、まあ、少なくてもまあ過去6年ぐらい遡ったから時から、まあ、2年ほどは多分こうその爆投げ界隈にぎわしてて、で間スコーンってまた何年か抜けて、で直近あの去年、の、まあ、9月ぐらいからまたあのセミ爆投げを開始と、うんうん、ちょっと話くどいですけどね、僕今来たら分からへん、増えてきたら嫌やから、これな、なんとか、あ、4分前のは見てない。どうなってんの？うん。ちゃちゃまるくんの話もせなあかんから、うん、あの、最終的にはそこも拾うか、もうちょっと待ったってね。うん。うん。で、それでね、そこから、うん。そこからよね。うん。去年の、まあ、10月ほどから、今度、ゆみきちちゃん、という、まあ、まあヤマリスでいいよ、ヤマリスで配信もしてる配信者の人、ゆみきちちゃんからあの、まあ、ご相談があると、うん、ご相談がある。でそれをあのパッカン蓋開けたら、あの、まあ、その時点ではあのなんで山田はこうやばい人、いや分からへん、パッカン開けてみたらあのまあ第三者から見れば、まあ、おかしなやり取りと、まあ、そこには、まあ、な、今言われている、あの、クレジットカードのお話があって、うん、で、その時点では、あの、なんやろ、まあ、な、まあ、俺も、その、そんな詐欺する人やと思ってないから、うん、あの、そうじゃなかってくれ目線で、うん、あのまあ SS さんに駆け寄ったんですよ。でそのまあその事件まだ事件になってないから、事件って言っていいんかどうか分からんけど、その相談内容の内訳がゆみきちゃんからの、うん、ゆみきちゃんからの相談内容の内訳としましては、まあちょっとその SS さんとあのまあ恋仲、まあ、親しい仲になっておると、うん、でまあなんかそのちょっとうまいことやってあげるだのなんだの言って、あのクレジットカードの番号とか、まあ、ありとあらゆるその名義をあの教えちゃっててみたいな。である日パッてそのクレジットカードのその明細見たら、あの自分が身の覚えのない使われ方をしてて、うん、でその内訳見たら、あの課金と競馬だと、うん、でこれほんまに大丈夫かなっていう時点で相談が来てたんですよ、うんうん、で俺はもうその時すかさずに SS さんに連絡取って、いやいや、あのゆみきっちゃんがこう言うてきてるから、あのちゃんとしたってなと、うん、じゃ あの SS さん、ちなみに SS さんとゆみきちさんはお会いしたことないです、うん、少なくともお会いしたことあるとは聞いてないです、はい。まあ、ちょっとゆみきちゃんもクエスチョンマーク多いから、うん、まあ分からんっちゃ分からんねんけど、まあ会ってないね一回も、うん、でだからまあネット恋愛依存体質という、うん、まあそれは多分後ほど多分分かんねんけど、ゆみきちゃんのなネット恋愛依存体質というのは、うん、うん、まあせやな恋仲、うん、でまあちょっと SS さんに直接連絡して、で俺がちょっとあのほんまに困ってるとか不安になってるから、うん、って言ったら、あの山田と、うん、俺社長なお前分かってるやろみたいな、俺が金持ってへんわけなかろうみたいな、うん、ちょっと諸事情で今
なんかプラチナカードがどうだこうだと、まあ取ってつ、まあ俺はもうその時点で、あ、取ってつけたようなあの言い回しで、あの、まあこいつ何言ってんやろみたいな、うんうん、でもまあその場、あの、ちゃんとすぐどうにかするって言い張ったから、ああ、まあ分かったわって、うん、じゃあちゃんとしたってなって言って、そこで話終わってて、うん、うん、でちなみにそのまあクレカに限らずやけど、そのペイディの現金化してんのやとか、そういうのはもう全部操作あるというか、うん、うん、まあ、その場はもうおかしなとこいっぱいあったけど、ちゃんとしてしたるって言い切ってくれたから、うん、全部ちゃんとするって言い切ってくれたから、俺一応まあ引いたんや、うん、引いたの。まあその場はさ、ぶっちゃけ俺弓木ちゃんよりあの SS の方が付き合い長かったから、うん、まあその何、まあちょっ、まあ忖度って言ったら変やけど、うん、まあ、してもらってることも言うたら全部 SS さんの方が上やった、上やから、うん、もうおかしなとこはあったけど、ホランとあのちゃんとしてくれるっていうことを言うてくれたから、まあ下がったんですよ、言うてな。まあそれはもう忖度だった。その場取ってつけたようにさ、うわやり口が怖い人やからもう俺怖えよとか言ってさ、うん、あのそっちで引いたふりを演じて、うん、分かる言ってること、うん、まあまあそのもう SS にもヘイト向かへんように、ユミキちゃんにもそこまでヘイト向かへんように、あのまあまあ裏で済めばいいわと思って、うん、裏で全部済んだらいいなと思って、うん、ここまでは OK、 ここまで OK。 それが去年10月のこと。ほんで俺はちゃんと弓木ちゃんに言うてん、あのもうちゃんとするとは言ってるけど、今あの余力あるうちに警察だの弁護士だ の、 あのもう動くことは動いとけって、うん、進言はした。強く口酸っぱくなるぐらい。そうそうそう、まあ、ここが1限目です。うん、ここが1限目です。はい、で1限目 の、 あの 教訓としては、まあ別に個別でリスナーさん同士つながろうが、あの配信者つながってもいいけど、あのとりあえず何があっても クレジットカードの番号は教えんといてくれ。うん、もうこんなんなるから、うん、でこんなんなったらもう大変やろ、うんうん、だから俺以外にはもう絶対にクレジットカードの番号とか教えちゃダメ、俺以外には。うん、はい、分かった。そうそう、まあまあ常識、まあ一般常識をね、うん、はいって言った、はいって言ったね、はい、うん、あ、冗談です、すいません、すいません、すいません、冗談です。でまあその事件の方の詳細もちょっと はしょらずに喋っていこうと思います、言うたら、うん、まあそれは俺あのその SS サイドからも弓木ちゃんサイドからも話聞いてんけど、なぜあのクレジットカードの番号を教えてしまったかっていう、そこですよね、うん、これはもうちょっとソースももう出していこうか、うん、ソースも出していくか。あー、クリティカルヒットパオ、あざす、オッケー、クリティカルオッケー、決まった、5倍。うん、要はあ、まあこれはもう記憶でいけるか、記憶でいけるな、うん、俺の記憶力 Windows Vista って言われてるから、うん、これはもう記憶でいけるか。まあなんか、まあ、恋仲になったと、うん、恋仲になったと、SS さんとユミキッちゃんが、うん、うん、古い恋仲になったので、まあ要はあのまあちょっともうまあその実家等もあの関西やから、関西だからね、ユミキッちゃんの実家等も関西だから、まあちょっともうこっち引っ越してきてあの生活していこうかなみたいな、ユミキッちゃんがあの SS に言う、じゃあお金いるでしょって、
お金いるよねって、じゃあなんかあのうまいことだお金稼がしたるから、あのこっちで全部うまいことやってあげるからって、うん、うん、引っ越ししてこっちで生活したいんでしょって、うん、うん、でなんかまあ持ちかけられた話がなんかそのアマゾンの券を買ってみたいな、アマゾンの券を買って差額で儲かるやり方があるから、うん、そうそうそう、海外がどうのこうの、そうそうそう、まあよくある、よくある、うん、なんやろうな、まあ転売って言っていいんかどうかわからんけど、うん、まあまあ要はクレカの枠を使ってちょっと利益出しましょうよみたいな、そういう話の持ちかけられ方、うん、そのためにあのユミキッちゃん の, あのクレジットカードがあればみたいな、うん、こっちで全部うまいことやったるからって、うん、うん、そうそうそう、でちなみにその当時のやり取りみたいなのはもう全部あります、言うたらユミキッちゃんと SS の LINE のやり取りは全部あります、うん、まあだから、まあ、恋は盲目、うん、恋は盲目、うんうん、そう、うん、ちょっと可愛いぐらいが一番やりまん、うん、まあそういうことっすよ、要はSS は若くない、ちなみに、うん、でまあで俺はさあのまあもうずっと、まあ、その話しててんけど何ヶ月か前に、で当時ユミキッちゃんはもう名前出さんとってくれとか、うん、名前出さんとってくれとか、騒がんといてくれ、相談してきたのに騒がんといてくれとか、まあまあいろいろ煮え切らへんとこあって、うん、そこではまだ SS っていう名前はオフィシャルにはしてなかったん言うたら、うん、それはユミキッちゃんたっての希望で、ちなみにその当時はやっぱりあの直接やっぱユミキッちゃんに SS から圧がかかってて、うん、鬼のように、うん、ちなみにお、まあ、まあ言い方悪いけど、まあ、脅されるに近いぐらいの、うん、まあ俺その時は言ってんけどな、通話全部録音取っとけとか言うてんねんけど、まあできてないと思うわ、うん、いや違うで、違うと思う、うん、うん、違うと思う、ユミキちゃん年齢は非公開やから知らんな、まあ多分自分よりかは年上やと思うけど、だいぶ何歳かは知らん、うん、オツジェイ、オツジェイ、オツジェイ、うん、オツジェイ、オツジェイ、うん、さすがオツジェイぜ、でまあ月日がまあそこからまあ直近にまで至るよね、な流れてたんですよ、あおつじえおつじえ、うん、おつじえ来たらまた一から喋らなあかんくなんのはだるいんで、うん、このまま続けさせていただこうと思いました、はい、うん、こっからでも多分わかると思うんで、うん、おつじえ、うん、金のたぬき、おつじえ、うん、違う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 、 TJ さんに決まってるじゃん、うん、TJ さんに決まっとるじゃん、うん、おつじえ来たら、いやじゃあおつじえバー来たらさ、また一から遡らなあかんくなるから、うん、あ TJ が山田話うまい、いやありがとうございます、本当 TJ さんに評価していただける日が来るなんて夢にまで思ってなかったっす、言うたら、うん、ありがとうございます、な どこかでもしよかったら絡んでください、うん、うん、おつじえもうわざとやろ、ここまで来たら、まあいいや、でまあそういう、まあ僕目線で見てもどう考えてもおかしなやり取りの、うん、があったと、うん、その弓吉ちゃんとあの SS の間で、うん、でまあ相談聞くことは聞いて、で進言してあげれることは一通り進言して、でまあSS 本人からもちゃんそんなもんお前ちゃんとしたるって、うん、任しとけぐらいの感じやったから、まあもうその話は広げることなく、
まあ大丈夫や、まあちょっとは気には欠けてたけど、まあ大丈夫やってんやろうなと思って、ゆみきちゃんもまあはだらだら配信したりとかしてたから反射ちゃうと思うで、うん、違うと思う、うん、うん、はい、ケーピアザス、オッケー、伝わった。これが去年まあ 10月付近で起こってた、あの何、ゆみきちカモられ事件、うん、ゆみきちカモられ事件、うん、うん、オッケー、うん、カモられ事件、しここまで、ここまでとりあえず一旦予習終わったな、うん、で一応、まあ、まあトータルで言うと確認取れてるだけで250万は超えてるクレジットカード3枚同時進行で発射と、でペイディの何、現金枠で、まあまあその時点で多分250万は超えてた、うん、うん、でそれが発覚してからも多分ちょっと使い込まれてる分あったから、うん、枠パンパンなんてなかった分のカードあったから見てたら、うん、で一応明細の内訳見たらだいぶリボに切り替えられてたから、まあおそらく金利分いけば現段階では絶対300は超えてるはず、うん、あの総支払い額な、うん、総支払い額があの確実に300超えてるってことは言い切れる、自信ある。まあそれ言えばいいよ普通に、うん、オールリボベットやったから見てたら、それもゆみきちちゃん本人がリボにしたんじゃなくて向こうに渡してしまってるから、全部向こうで勝手にリボに変えられてるす見てたらちなみにな、うん、でリボられへん買った分の30万ぐらいがもう現在進行形で滞納状態、うん、これも裏取ったんで、A、でまあ月日は流れて、まあちょっとまたこの話にどうせまた戻るんやけど、今度あの R 社長ここからちょっと一回 R 社長、まあ他にも相談してた人はおんねんけど、ポルさんとか、うん、おんねんけど一旦、いやポルさん先行った方がええか、時系列で言うとあれやから、うん、ポルさんの方先行くわ。でまあやっぱりあの解決してなかった、やっぱりな、まあ思ってたけど解決してなくて、まあちょっと困ってたんや多分。だからまあポルさんというまあまあ、そのリスナーさん、まあ、もちろんあの富裕層でぶん投げる界隈 あのポルさんっていう、まあ、ローマ字でポルさんっていうリスナー様がいてて、まあ、俺はポルさんは会ったことあるしよくお世話してもらってるんで、はい、ポルの兄貴って呼んでるんですけど、まあ、ポルさんがいてて、でポルさんに、まあ、同じ相談をしてたんやって、やっぱりそれはだいぶ後での話やねんけど、あの、まあ、いろいろ諸事情があって、あのまあ、同じ話してんやろな、ゆみきちゃんが。で、ちょっとお金に困っておると。うん、お金に困ってて、って、うん。で、一応、ポルさんは、あの、少し、あの、支援したみたいなんですよ。あの、ゆみきちさんに、うん。うん。で、まあ、その、何、お金に困って、あの、支援してるのに、ね、あのまあ多分まあみんな知ってると思うけど、まあとある配信者の人にあの課金してるところをそう見られてて、あれみたいな。でそれが要はあのポルさんとゆみきちゃんがトラブった、まあ、うんうん、で多分一応そこでまた相談が、まあ、頓挫すると、うん、まあ、ポルさんもあのどこまで話聞いてたかまでは俺別にそこまで詳しく掘って聞いてないけど、まあ、ポルさんに相談してて、まあ、破談になったと、うんうん、で次は
ゆみきちゃん、まあ、誰に相談したかって言ったら、ここで出てくんねん。ここで。うん。今、界隈では、バリバリの嘘つき詐欺師って言われてる、R 社長に相談したんですよ。A。うん。R 社長に相談する。うん、噂の。で、これが、割と、もう、キンキンの話をね、まあこうこうこうでかもられまして生活立ち行きません、うん、っていうまあそういう話を、まあ、また R 社長にして、うん、じゃあもう R 社長はもうあれよねもんじゃもうすぐさま大阪をおいでよって、うん、もう荷物も全部まとめて大阪をおいでよと、うんうん、もう家あるから、うん、済ましてあるからみたいな。あ、相談したのは大阪来てからか。ごめん、時系列逆でした。すいません。間違えてました、僕の情報。すいません。そうやったわ。うん、違うわ。ほんまや。逆です。すいません。その、ポルさんからちょっと支援してもらってて、あ、すいません。ごめんなさい。はい、パオン間違えました。そうや、そうや、そうや。その、アオさんっていう、まあ、その、ゆみきちゃんが、課金してた人が大阪にいてるから、と、で、あと何まあ、実家とかが大阪やからという、もと、そう、大阪に行きたいという旨を、ただ伝えただけか、R社長に。そうだね。うん。そうだね。まあちょっと、まあどんな理由であれ大阪に行きたいみたいな、しばらく大阪降りたいみたいな話したら、R 社長が、もうすぐおいでよって、うん、俺と住もうよぐらいの、うん、家族になろうよ、うん、もし困ってることあんねやったら何でもみたいな、好きに家使っていいよって、うん、ちゃいました。すいません。ちょ、すいません。R 社長側の認識だと間違ってるけど、まあ、別に、主たる人じゃないんで、ちょっと名前貸してください。すいません。うん。ちょっと持ったっす。はい。うん。うん。はい。すいません。じゃ R 社長は別に名前使っても怒らんから、でたらめに。うん。ええね。ちょっと尾ひれついてて。でもこれはもう全部話すで。で、まあその当時、R 社長とゆみきっちゃんとの これを、ゆみきっちゃんがね、まなみに全部話してたんですよ。うん。まなみに全部話してて。R 社長からはこう言われてるけど、どうかなって。うん。まなみに相談してた。わかる？ここでの話。で、まなみさんが確か、何やったっけ、まあ、いいんじゃねって、うん、うん、いいんじゃねって、ニタニタしながら、うん、もう、お願いしてみたら、みたいな、ニタニタ、うん、もう、家好きに使わせてくれてるんやったら、ね、別にそんなんやったらいいんじゃねっつって、で、確か、ちゃちゃまるくんを連れて、うん、R 社長の家にお邪魔する形になったと。うん、で一応、まあ、裏取れてる部分で言うとその時の鹿児島から大阪来るまでにかかるぐらいの費用を、R 社長が、ゆみきちゃんに振り込んだんですね。うん、ここ間違えてるとこあります？ R 社長、大阪来るための、資金援助を R 社長がしたと。うん、合ってるかな R 社長、ここは。で、これ振り込んでる側のやっぱ R 社長やから、そこはちょっと聞いときたいけど、まあ、金額は別にいくらでもいいんですけど、別に2でも3でも、うん、29,230円、あ、らしいです。はい、うん、でもし可能やったら R 社長その振り込んでる明細くれへんから無理かな。まあ無理か。はい、5個パオゴシゴシ。パーの人あざす。うん、
いや、それはな、なんか、まなみさんついていったらしいねん、ちなみに。うん。あ、ソース届いた。あ。ソース届きましたね。はい。あ、ふり、直振りしたら引き落としかかっていけない。だから、え、誰かにまた振り込んでもらったが正解。あ、ほんまやな。まあまあ、少なくても振り込んでるっすね。はい。振り込んでるっすね。はい。うん。まあ、これはいいわ。操作ありましたね。はい。金額も、29,230円で間違いないです。はい。はい。はい。で、まあ、ゆみきっちゃんは、鹿児島県から、鹿児島県から、まず R 社長の家に行く。で、その時に、ゆみきちちゃんは、一人で会うの不安やからって言って、まなみを借り出す。で、まなみも、まあ、自分がいいんじゃないって言った兼ね合いあるから、まあ、ついていくだけやったらいいっつって、一緒に R 社長の家に、ゆみきちと、まなみ、R 社長3人でおると、うん。そういう状況があったと。うん。ここまではオーライ。うん。うん。あ、そう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 。で、そうそうそう。で、もうネキ名前出てきてるから、次、ネキさんっていう人、名前もちょっと使わせていただこうかなと思ってんねんけど、要は、先に、まなみさんと合流したはず。パグミさんと合流。ゆみきっちゃんがまず、その日の足取りとしましては、先合流。うん。さっき合流。まあ、ネキさんはまた出てくるから待ってな。うん。さっき合流。で、で、一応、まあ、一連のやりとりで、またネキが後で怒るっていう話もするから、うん。まなみさんとゆみきっちゃんは、まあ、まなみさんの家付近ぐらいどっかで合流。うん、一旦。その時、R 社長いてたかどうかは俺知らへんけど、うん、合流。で、まあ、到着予定時刻が、確か、まあ、約束してた時間が、まあ、12時だったか1時だったか昼の。で、全然、約束してる時間に、ゆみきっちゃんが現れず。うん、で、何してんのって煽り入れても、なんかどうのこうのって、配信してるわ、その今名前出てきてた課金してるリスナーさんと長電話してるわ、うん、まあそこでまなみさんは待たされすぎてイラつくっていう。うん、あんたと用事でついていくって言ってんのに、うん、何してケツ書いてくれてんのみたいな、うん。そうそうそう。で、それを、まなみさんは、直でネキに相談。うん。リアルタイムで。で、あれちゃうかな、確か。もう。そうそうそう。それ、話してたのが、確か、ゆみきっちゃんとまなみがおるときにやったらしい。うん。いつまで経っても終わらへんくて、合流してからも待たされる。何やってんのみたいな。うん。あ、ちゃうの？違うの？なんかそんな話しちゃうかったっけ、パグミさん。うん。うん、まあ、とりあえず、あ、合流前も遅れてきたのに男と電話してて、あ、それ男っていうのは青さんでいいねんな。うん、まあ、それはええわ。うん。合流してからもずっと青さんと電話。うん。OK。はい、くすみがきさん、パオ。そうそうそう。で、合流してみんなで、R 社長の家に行くと、うんうん、でそこではなんかまあちょっと R 社長がご飯作ってくれたりやとか、うん、なんやかんや、まあたわいもないやり取り、
たわいもないやり取りで、その後確か、まなみさんが R 社長に送ってもらうねん、 R 社長の車で。そう、まあ自宅付近ぐらいまでな、うん、そうそう、これも OK よ。あれちゃうかった、その後 R 社長が送ったんちゃうかったっけ、パグミさんを。そうそう、ちゃうちゃう、あれどっちや、そうそう、ちゃうちゃうなってる、どっちやろ、どっちどっち どっちえ、R 社長が送ったって聞いてるっすよ俺。え、おかしくないっけ。あ、それは合ってるでしょ、R社長。あ、ご飯が違うんか。ご飯が違うんか。とりあえず R 社長に送ってもらったって聞いてる。あ、そうかそうか。間、買い出しも行ってんねんな、二人で。あ、そうかそうかそうか。あ、そうかそうか。ゆみきちゃんが、あかんやつっていう印象操作をしたいから、そうかそうか、そう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 、うん、疲れてるから酒とタバコ買ってこいって言われて二人で行ってんねんな確か、うん、せや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 、うん、印象操作っていうか、まあ事実やからそれはそれでいいと思う。うん、そうそうそう、家タダで使わしてもらうし、まあ一応建前お金振り込んでもらって到着してるのに、まあそういったちょっとえってなる、うん、まあ、ゆみきちゃんの絵はデフォルトやから、うん、まあ、後にも出てくるから。あ、そうよね、うん、で、まあ、一通り、まあ、その何、そこでの会が終わって帰るって言った時に、パグミさんが R 社長に送ってもらった、その家から、うん、それガチやで、ガチガチ、うん、で一応まあ、事実を全部話さんとあかんから、でその車の中で、その車の帰り、 R 社長がパグミさん送ってもらう中で、下心のある気持ち悪い発言等が多かったっていうのは R 社長聞いてます。うん、ただ話はそこじゃなくて、そこで、まあ、雅子の個人情報をしっかり2225に見せていたっていう、うん、で個別で LINE つながってみたいな、うん、なんか無理やり大義つけて LINE もつながったって言ってたっす、はい、うん、それはそうやろ、うん、うん、でそれをまなみさんはまた「きめえ」っつってネキとかに相談、うん、あいつきめえっつって、うんうんうん、そんな感じやと思う多分、うん、あ、それは相談してないか。あ、そうか。うん。まあ、それはいい。で、一応、まあ、まあ、そこが、まあ、その一日の流れ。うん、その一日の流れ。うん。OK?うん、楽しかったね、はい。でそこからよね、今度弓吉ちゃんとR 社長がこじれ出したんですよやっぱり、うん、まあやっぱりっていうか、まあ案の定こじれ出したんですよ、うん、だからまあ弓吉ちゃんの絵と、うんうん、弓吉ちゃんの絵と R 社長の絵って、まあ、こじれ出すんですよ結局。まあ山田の付き合いの花屋から山田に無なんとかの話とか、え、どういうことですか、どういうこと、まあまあいいわそれちょっと分からへんから、山田と付き合いの花屋と、まあまあ5時か5時か、うん、まあ、まあ、ここからが結構焦点というか、うん、まあ、こじれ出すんですよねやっぱり、うん、うん、山田に無とかの話からやわ、山田との付き合い方で山田に無とかの話やから、え、どういうことですか、どういうことか、
全然分からへんかったわ、文章を見ても。山田との付き合い方で山田に無とかの話、ごめん分からへんな。あ、なりそめから始まってるってこと、どういうことやろうどっかなんかちゃうとこがあんのかな。無理やり、おい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 、てめえ、おいパグミ、なんかお前俺が無理やりやったみたいなことある社長に言ったってこと、うん、おい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 、無理やりなんかやってないから、は意味わからんマジ、うん、は意味わからんし、予想を記憶ないです、うん、ちなみにそのまあ無理やりやったとされている期間、僕彼女いてたんで、うん、やめてくれる、傷口に塩塗るのやめてもらっていいですか。その当時彼女いてて、もう一人口説いてる人いてたのとか全部言わなあかんくなるからやめてください。はい、うん、あーそうか、だから、え、だから、え、セフレ元彼女、え、セフレ元彼女で、口説いてる人まなみさんか。あーそうか、うん、あ、そうやな、タイトルに俺もおった方がいいっすね。ええ、それ今関係ないやん、そんなん別に。あーすいません、でも事実なんで事実なんで、うん、事実なんで、ええ、すいません、はい、だからそこからは反省したっす、いろいろ、うん、はい、まあ、だから僕もだいぶキモいっす、はい、その当時の僕はだいぶキモいっす、はい、うん、あったね。ちなみに学びさんといたした日、付き合ってた彼女と2回セックスしてるのにもかかわらず学びさんと会ってセックスしてたっす、はい、うん、もう全部言っとく、あの、すいませんでした、うん、だからその日僕4回セックスしてるっすあ、それ、ま、マジです、マジです、はい、俺の話じゃないやん、それはもうええやん、余談やねんから、うん、だからごめんって言ってるし、俺認めてるし、その当時もはいそうですって言ってるから俺、うん、うん、それは言ってるから俺、別に否定してないやん別に、ただ無理やりではないです、あとさっき言っとくと、確かにあの腕等を押さえつけてみたいな、うん、あ、鮮やかな手口でラブホテルまでいざなって、うん、もうここ入ったってことは分かるよなみたいな、はい、あのまあはい、そういったやりとりはあったの覚えてますね、はい、はい、3つパンを出す、お前逃げれると思うなよとか、うん、もう諦めろやとか、まあいろんなこと言ったと思います、はい、まあ、それを無理やりって言われたらもう、うん、まあ、ゴーイングマイウェイなんでね、強引なだけに、はい、ただこれはほんまあの俺も認めることを認めたから認めてもらいたいけど、あの、まあ、まあそれはもうホテル行ってる自分も悪いみたいな、うん、夢吉じゃない俺とその元彼女との話、うん、でもそんなん言い出したらお前その当時8年も付き合ってる彼氏おったくせによう言うわどっちの方が重罪やねん、同棲してる8年付き合ってる彼氏いててんで、うん、ああそやな今まなみさん、うん、あ、ほら、ほらな、逃げるやろ、ほら、うん、俺のことだけ言うな、うん、まあまあ目くそ鼻くそゴミくそ界隈の話なんで、これもうトータル、はい、登場人物俺も入って全員クソです、はい、
で、まあ、まあこれはもう一旦置いといて、はい、一旦置いといて、でまあ一応弓吉さんと、R 社長が、まあ、割れることになったんですよ。割れることになった。いや、そこが、なんやろうな、両サイド、ちょっと意見食い違えてるっていうか、じゃあちょっと聞いてみる。忙しいかな、今ある社長。もう4、5話かな。一回聞いてみる。なんで割れることになったんかっていう。でもな、これはな、ぶっちゃけな、事実ベースでいくと、俺は R 社長よりやね。俺はな。まあ、それは男やからっていうのもあるし、まあ、余計 R 社長よりやわ。いや、事実ベースで言ったら、まあ、まあ、ちょっとトラブルになり、割れてるっていうのはマジやから。いや、ごめん、これはかばってるんじゃなくて、事実ベース。例えばやで、エイミー。フォーエグザンプルな。まあ、R 社長が弓木ちゃんに振り込んであげて、で、そのお金を使って、R 社長のご自宅を使わせてもらったっていう経緯があるから、要は。わかる？いっぱいいっぱい、やん、言うた、弓木ちゃんってな。それはそれで、ちゃんとしてもらってることを証明できてるから。だからまあ、ちょっと考えはよりかなと思って。そこでまあそんなに極端なことあったわけでもないし言うたら、あそうそうそう、まあだから弓木ちゃん側の言い分やと、なんかまあちょっと強要させられてる部分があると。で R 社長からしたらそんぐらい聞けよ、やったってねんから、まあだからそれで割れたでいいんちゃうかなって、にしても、まあ、それはある社長は何も失敗せんでいい、何も気にせんと使っていいやったけど、弓木ちゃんからしたら、まあちょっとお願い事増えてきて、売って、の、まあその割れのはず。あ、違う妄想。あ、そこに性的なことはない。それは言っとく、ある社長。性の強要があったっていうことはまずない。性はない。性はアイスバーン、ナワフォーク。ちゃうの？ある社長別に忖度してないやん。まあ、そのお願いは、もう、全部片付くまで、まあ、とりあえずは配信アカウント消してやめて、みたいな。とか、まあなんか、ちゃんと言うこと聞いてとか。で、まあ、事件の話を全部ちゃんと赤裸々に綴ってくれやとか。まあなんかそんな感じ。まあ見る人が見たら束縛。まあでも人の家に住まわしてもらってたら、そのぐらいは別に我慢せなあかんレベルなんちゃうかなって俺が思ったから、だからよりなだけ、ただほど怖いもんはないから。俺ある社長弱みなんか握られてないよ。で俺逆もしかりやで、別に、俺は別に対等よ、きっと。分からんけど、まあそこぐらいは許容しても別にさ、生活いい食住ある方がな、生活再建っていうんやったら一番手っ取り早いというか、まあその我慢すること我慢してみたいな、生活立て直す方がまあ優先なんじゃないかなみたいな。しかもそこにおれば、ちゃちゃまるくんのどうのこうのも別にな、滞りないというか、それちょこっと強要、それをゆみきちゃんに聞いてみる一回。まあ後から条件は増えたっていうのは聞いてる。でもそれがなんか特段なんかどうしようもないほどのことではないような気はした。例えばその配信ではこう言うてくれとか、ああしてくれとか、例えばな。一回かけてみようか。あ、ゼロ条件ではなかった。それは裏取ってる。
うわーこの曲やだあ、お疲れ様です。ゆめきちさん、毎度毎度すいません。うんこ壊してもらって。一応、R 社長となんで割れるかになったっていうのを、まあ、綴れる範囲でいいから、赤裸々に綴ってほしいという。赤裸々に。うん。もうええやん。ええやろ、別に。ごめん、なんでもない。ああ、いいよいいよ、別に。うん。これお願いやから、俺のが仕立てというか、あれなんで。言える範囲で、なんで R 社長と割れることになったんか、それをちょっと、赤裸々に綴っていただきたい。言える範囲で、もう、か。うん、いい、ざっくりでいい。うん。ざっくりで。最初に言われてた条件っていうので言ったんだけれども。うん。うん。その条件が言ってからなくなって、うん、うん、で、何やったかな、あ、これ先に言っといてよ、ちゃんと思い出してから喋るのに、またグダグダになんねんけど、うん、あ、いいよいいよ別に、時間はたっぷりあるから、うん、うん、そっか、うん、まあ要は条件っていうのが、うん、そのああしてほしい、こうしてほしいっていうやつが、うん、もう自分の本来のその、要は、若干嘘めいたこととかを頼んできはるから、うん、そうそう。だからその嘘ついて喋ってたら、どうしてもなんか、ねえ、うちも何言うんやったっけみたいな感じになっちゃって。で、要は、配信を介して、まあ、ちょっとした嘘の教養とか、あったりとか、うん、そのなんか、配信中とかにリアルタイムでその LINE とかでなんかうちのコメント欄のなんかわけのわかんない人と会話してて、その条件を配信切った後に、まあ配信切ってとか言われて、配信切ったら切った後になんか今こうこうこうやとかって言って、なんかうちがアカウント消さなあかんとかそういうことを言ってきたりとかいろいろしたかったから、うん、うん、なんか自分の中でなんでそうなるんかなっていうのがいろいろあって、不信感もそのまんま残ったまんまやし、うん、結局なんかアカウント消せっていう話が全然意味がわからんかったりとかしてたから、うん、自分に言ってきはる条件が、うん、その合わなかった、そのアカウント消してまでやったらとか、なんかこれをしてまではうちはその部屋っていうのは、うん、提供してもらう気がなかったから、うん、最初の条件でやったらと思って行ったんやけど、行ってからなんかその条件がなくなって、うん、うん、まあでも善意っていう言葉をまあ軽く信じてたから、うん、善意の割にはいろいろ言ってきはるなって、なんかちょっとうちがやりたくないなっていう条件を突き立て出してきはるなとか。でその条件はまあ喋れる範囲でいいけど、どんなんが含まれてる、言えるやつでいいから。まずなんや、うん、そのみんながそのなんていうのかな、否定しはるかも しれないけれども、最初はそのうちの方ところに近づいてきはった時に、うん、なんかそのまあ色恋をかける言い方は変やけど、色恋みたいなやり取りをしてきはったから、うんうん、でそれはちょっとないなと思ったから、まずそれでもそれを条件にもうこっち来てみたらみたいな、それで支援もしてあげるわって、うん、投げ死にもなってあげるわっていうのを言われてたから、うん、うちは、うん、そうで、そのガチ恋にもいろいろあるじゃないですか、別に見返り求めへんガチ恋、うん、あるでしょ、そやから普通に応援として投げてくれれば全然構わへんけど、投げたからって言って付き合うだとかなんかするっていうのはうちの中でないから、それを断って出たんやけど、なんかまあとりあえずこのチャンスを逃したら関西帰ってこれへんでっていうのを強く言われて、うちももともと関西帰りたいっていうのが強かったから、それでまず行って、うん、行くってなったんやけど、うん、日を決めてから今度そのまさこさんの話を追加されて、で行ったら今度まさこさんの話はなくなって、まさこさんの話っていうのはまさこにこう言うてくれとかああ言うてくれってこと？いや、まさこさんの
をなんか配信するみたいな。でもうちまさこさん知らないからさ、うん、配信するにもどうしていいか分からへんやんね、うん、で、まあ、でもだからどうするか分からへんいう状態やったんやけど、そんな内容も聞いてないんですよ、じゃあ。だから、うん、結局うちがしなくてよくなったから、うん、まあ、まあ要はなんかまあゆめきちゃんにそぐわへんお願い事がまあ多々あったっていうことでいいんかな。ああ、そうです、そうです、そうです。最初は何もお願いせえへんって言って来てんのに、なんかまあちょっと、はい、ちょっとまあなんかその類の ね、お願い事、お願い事が後から後からこう増えてって、うん、でそれがゆめきちゃんの中であのなんかその割り切られへんというか、え、最初から条件あったってどういうこと？最初の条件って何なん？え？最初から条件あったおって、だってその2人を そこで見てたまなみさんがそう言うてるから。最初から条件あったって、最初の条件って何？うん、何やそれ。どういうこと？どういうこと？どういうこと？え、あの書面に一筆のんじゃなくて。ああ、それは、それ、その条件っていうのも、そう、それは忘れてた。うん、その書面、今画像あるやろ。はい、うん、それを言えばいいんじゃない、その最初の条件というか。ああ、最初の条件、うん、言えばいい、読めばいいってこと。うん、言えばいいんちゃう。それちょっとゆっくり読んどいて、俺おしっこしたいから。まあ要は誓約書みたいな、契約書っていうかみたいな紙なんだけど、まあその条件として、まあこうはおつに、待って、地域となる、こうはおつに住居を無償で提供する、光熱費はおつの負担とするが、それが安定を目的としているため、支払いができない期間は甲が代わりに立て替えて支払う。2、甲乙相互は互いに知り得た情報を第三者に口外しな、あ、してはならない。3、甲は乙に対して金銭または金品の一切を請求してはならないってことが書いてある。これは紙に書かれてるんやけども、その当面の間は毎月とか、その仕事とか働くにしても生活費とかいろいろあるから、毎月これくらいちゃんとかかるっていうんやったらその金額も出します。で、冷蔵庫の中は食料でパンパンにしときますとかっていうのは口で言われたことだけど、うん、うん、うん、以上、以上で、はい、隠れてたこと、うん、と、口で言われたこと、うん、はい、うん、でその後、まあちょっとお願い事増えてきて割れるでいい。あ、まあそんな感じです、簡単に言ったら。うん、うん、うん、で、あれよな、あの茶丸くん事件に発展していくと。オッケー、まあそれだけ、うん、それだけ聞けたらいいから、ゆみきっちゃん、ありがとう。ええよ、ゆみきっちゃん、ゴーゴーパオゴシゴシゴシ、ええで、ゆみきっちゃん、ありがとう。では、うん、本日は、うん、お電話もうかかってこないことを祈っときます。うん、電話の電源切ろうかなと思ってます。ああ、そう、そうですか。わ、まあ、かりました、わかりました。じゃあ、まず、今日はありがとうございました。まあ、出れそうやったら出るけど。ああ、いい。出れずに立ったからって言って、うん、あんまり地面といてほしい。あ、了解了解。ほんで、ちなみに、ツイッター、また多分、その方の見ていただいたら、ちゃちゃまるくんのご様子、また上げられてるんで、先ほど。ああ、ありがとうございます。はい。はい。では、はい、失礼します。はい。で、こっから R 社長のターンが来るわけでしょう。うん。いけますよ、R 社長電話、あれやったら。こっから R 社長のターンが来るはずやね。うん。あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。これね、はい、条件とかなんでもないんよ。まあそれ、まあ僕は見る限り別に。これね、はい。ニニニちゃんからも山田くんはもう直接聞いとると思うけど、配信会で。はい。あ、配信中に聞いたっすね。はい。うん、3人の時に、はい、要は、こっちから、もう、あの、なんか、うんぬんとか人を誰を信用していいか分からへんみたいなこと言ってたから、はい。だからもう、書いてあるよ、つって、ニニニちゃん、兄ちゃんの前で書いてあるよ、つって書いてあげたんよ。はい。そうそう。で、これがなんで白紙になったんかっていうところが聞きたいんだけど。あ、いや、まあ、なんかあって、あの、なんか後からお願い事されたんが嫌で割れたっていう、ただその既成事実だけというか、ね、これ、はい、まずなんでこれが一気になくなったかって言ったら、その時に3人で、はい、もうこれ配信とかじゃなくて、はい、もうネットでこれでなんていうの巻き込まれたくないから、はい、もうこの話は3人で押さえとこうっていう話をしとったんよ、はい、うん、だからもうあの自分の再建云々っていうのはぶっちゃけどうでもいいし、はい、そのぶっちゃけそのおばさんやから俺興味ないよって、はい、うん、興味ないからっつってはっきり言ってね、はい、で、もうやっていけばいいんじゃないみたいな話をしとったんやけど、はい、こう配信でめくっちゃったやん、2225ちゃん、あ、そうだ、僕がギャン詰めしたからですね、そうそう、その時に、はい、そのネットに浮上しちゃったわけよ、まあそうですね、はい、うん、で それでもうこっちの枠に嘘つき嘘つきとか言ってば流れてきだして、でそれでもうなんかこっちからすると、いや、そもそもが222号ちゃん巻き込んだんはそっちやって、まあそうですね、でも夢吉が言う言い分に関しては、いや、R 社長信用できる人には話していいって言ったやんっていうのが言い分だね、はい、うん、それは信用してもいい、しとる人には話してもいいけどって、結果的に連れてきてね、はい、うん、めくられちゃって、はい、結局ネットで騒ぎになっとるやん、まあそうですね、はい、うん、でなるやん、はい、こっちに何も自分なんていうの付け目感じるようなこと何もないやんね、はい、条件の中に、はい、条件とか何もないんやけど、ね、はい、何もないやろって、だからそういうのはないんじゃないのっていう話をしてた、それが頓挫した一つの大きな、ああ、そういうことか、おい、のっけからてめえ、縛りとかうんぬんとか本人はなんか言ってるけど、はい、まあ、要はこっちがね、あのこの間言ってた通り、1日目、2日目、3日目っていろいろなんかこう話を聞こうとしたらどうしてくのって聞いてくるね。ああ、そうですね。だからその時点では、R 社長はそのクレジットカードをカモられ事件知らんかったんですよね。そう、知らんかったよ。はいはい。そこで初めて知ったもんね。ああ、はいはい。だからどうすんの、どうすんのっていう話をしてたの。はい。だけど、1日目が何だっけな、眠たいって言ったんかな、確か、225ちゃんとおるときに。まあ、はい、聞いてます。眠たいって言って、ただ、犬の餌がない。あと、タバコと酒がないって言ったよ。はい。で、その前にも1時間ぐらい、多分ね、青くんかな、誰か分からんけど。まあ、会ってます、会ってます。はい、知ってます。はい。うん、で、電話して、いや、これないよね、みたいな話をしとって。あ、222号とね。あいつ、あいつ何やってんの、だから、餌がないって言い出して、はい、そう、酒とビールもお願いします。ただ、発泡酒しか飲めませんとか。はい。で、スーパーに行っとる時も、観光誌しか飲めませんみたいな。はい。印象操作。うん。はい。まあ、それは事実なんで。はい。いやいや、いいですよ、いいですよ。あ、いいですよ。まあ、それは事実なんで、はい。そうそう。うん、で、それで、ってなっとって、で、戻ってからね。はい。で、まあ、眠たいって言ったのは、まあ、眠たいはしゃあないやん。まあ、初日やねん。ほんで、まあ、寝ときってなるやん。はい。うん。寝ときってなるんやけど、その2日目とかも、俺、家行ってさ、はい。あの、電話したんや、下で。はい。今から話できへんって。はい。うん。自分時間ないんやろって、いろいろ、はい、切羽詰まっとんやろって、はい、詰まれたってもなんか紐みたいになられるの嫌やし、はい、うん、どうすんのって聞いたときに、その私にはプライベートの時間ないんですかみたいな、ちょっと待ってみたいな、いきなりそんなこと言われてもみたいなこと言われたから、はい、なんやろうと思って、あ、だからまあ要は1日目から下手を打ってるし、で家を追ってもその態度やしみたいな、そういうことかな、そうで3日目もうなんか別の理由でそうやったり、だ話できてないよ、全く。あ、はいはい。何もできてない状態で、はい、でまたネットの方では配信では騒がれ出しとったわけよ。まあそうですね、まあ本人もやってたしね、本で、はい。で、そうなった時に、あ、もうこっち面倒見きれんわってなったり。ほう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 。で、割れて、ゆみきちゃんは、犬を置いたまんま家を飛び出すでいいんですかね、要は。そうそう、犬を置いて、家を飛び出してった。家を飛び出す。で、あの会に続いたわけですよね、要は。会に続いた。続いた。
一人じゃ、まあ、でも慌ててこうなんていうのかな、あの回やったりしゃあないけど、はい、もう見に行ったらその畳とかも、ね、はい、まあ、分かると思うけど尿とかうんちとか、まあまあ僕も1日買ったんでね、はい、分かるっす、まあ、そのままの状態やったから、はい、まあ 衛生的っていうかね、普通になんかまあ普通はこう拭いたりとかね、まあ、拭いたりは認めないけど、はい、なんかちょっとね、まあ、俺も犬どうのこうの分からへんけど、はい、まあ少なくても、まあ、暗闇の家で、まあいまあ12時間以上は1匹でいてたっていう状況やったんですね、うん、そうですね、はい、でもその時にはもう配信でなんか俺悪者になってて、あ、なってたっす、なってたっす、はい、まあ、悪者とか悪者とかではないけど、まあ、あれ社長怖いみたいになって、あ、そうそう、それはなってたっす、言うたら、はい、なんでなんと思って、はい、逆にでなってたから、はい、あ、もうええわってなって、まあさすがにここまで言われとったら、まあ、あのワンちゃん連れてとるやろ思て、あ、はいはい、やからもうあれやってもらったんよ、あ、うちチェーン必殺、はい、そう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 っていう流れで、それで次回あのこの間の件につながってったって、あ、はいはいはい、ちなみになんか条件みたいなのは何や税が多いから なんかは強要はしたでしょ、なんか強要っていう言い方悪いけど、いや、ね、あのね、はい、要はもう家のことで巻き込まんといてっていうことで、はい、もう俺関係ないって配信で言ってくれへんとかいうのが多分あの子で言う、なんか、ああ、そうたらこうたらっていう話、はい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 、するとさ、自分困っとんのは現実やから、まあそうですね、あの、そうそうそう、そんなんさ配信でうんの言ってこっちあえて巻き込まんでええやんって、はいはいはい、もう最初の約束でもこっち巻き込まんって言っとんやから、はい、それもう自分で何とかしてっていうのがこっちやん、はいはいはい、あ、条件はアカウント消して転生してもリス線で追ってっていう条件もあったんすか？それ違う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 、それ俺が言ったことじゃないよ。え？それはね、なんかね、本人の枠に、はい、誰か来たんよ、その事件関係する人が、はい、とか来たりとかして、はい、なんか そっちの人間からのアクションなんよ、それ。あ、そうなんすか。そうそう、もうなんか話を触れやんとか、まあ、そこは多分ね、今もナミエスさんでおる人もおるから、はい、まあ、ここはちょっと今多分山田さん温めといた方がいいと思ってる。ああ、わかりました。俺サイドじゃなくてどっちかって言ったら、もうそっちサイドから言ってきとる話、これをゆみきちゃんじゃ分かるけど、わかりました。じゃ一回聞いてみます。まあ、ある社長、わかりました。まあ、とりあえず割れたってことですね。とりあえずは、そうそうそう、オッケーです。すいません、わざわざお時間、はい、お疲れ様です。はい、失礼します。さあ、ゆみちちかけてこい。さあ、ゆみちちかけてこい。さあ、かけてこい。さあ、かけてこい。いや、もうグループだったら会話ならへんから。うん。さあ、かけてこい。もう着信音だるいからかけてこい。はいよ。もし、もしもし。はい。質問なんですけど。はい。質問。これが今回の新しいあのシナリオですかね、R社長の。台本？いや、すいません、俺は台本やらないです、俺は。あ、違うんですよ、私あの配信で、はい、こう言え、ああ言えって毎回指示されてて、はい、あのああ言え、こう言えだけじゃなくって、こういう話になってんねんから、こういうふうにちゃんとせえへんかったらならへんでって、はい、で配信中とかもそういう指示があったから、うん、配信やりづらくて、うん、いつも、まあ、やそれなくても下手を打つけど、はい、余計に下手をしてるんですよ。はい、うん、だからこれってあれですかね、 R 社長がまたなんか山田と話するって言ったってやつのシナリオでやったはるやつですか？いや、シナリオとか何も、それにそのシナリオに乗らなきゃいけないってやつですか？いや、俺 LINE 見せれるっすよ、 R 社長と。そもそもやり取りしてないっす、個別で。そもそも。あ、そうなんですか。あ、うん、じゃあこれはシナリオじゃなくて、うん、今もうリアルガチ今日始まってってですか？あ、そうそう、私なんかまたなんかシナリオ的なことがある的なことを聞いてたから、それかと思ってたんですよ。ごめんなさい。ああ、いや、ないっすよ。で、いぶきちゃん、結局、何が言いたかったの？あ、ない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 。それで、いぶきちゃん、何がおかしいとかがあるってこと？あ、何やったっけ？あのね、うん。何の話してたっけ？どういうこと？え、なんか、うん。あ、だから、要は、その、
のなんか教養がどうの教養じゃなくてなんか言ってたじゃないですか、指示されてるっていうのを、うんうん、そうそれに火の粉が書かないようにしてくれとか、うん、っていうのも否定してくれみたいなこと言わはったけども、でも実際にそこを R 社長普通に毎日なんやかんや理由つけてなんか帰ってきたってから、うち話が違うから、うん、うちからしたらなんか同棲みたいになってるのがすごく嫌やったんですよ。うん、あ、それが嫌やってんやん、理由としては。あ、そうですね、だってそう、それでなんか下からなんか電話してるとか言われても、うち下に人がいるって思ってないじゃないですか。うん、ほな気づいたらなんか下で寝たはるし、うん、うん、だからそれがちょっと自分の中で嫌やったから。あ、R 社長の、あ、R 社長の家に R 社長がおるのが嫌ってこと。違うんですよ、そこ R 社長の家やと思ってなかったんですよ。あ、はいはいはい。なんか業者が入ってきてるからここで誰かが昨日まで寝泊まりしてたって言ってはったんですけど、はい、蓋開けたらなんか普通にそこにある社長が住んでるような形になってるから、うん、それが嫌やったんです。だからその業者も帰ったからうちは何日間かはそこ一人で暮らすんやと思ってたんですよ。はい、じゃあ違うじゃないですか。あ、最初はゆみきちゃんそこで一人で暮らすっていう条件やったってこと。条件というか、だってあの業者がここにおったからこの布団があんねんでって聞いてるから、うん、もう業者が帰って用事が終わってないからうち一人じゃないですか。ブンブン、うん、だからまなみにもうちこんなここで一人って実際怖いよなっていう話をしてたんです。でも、うん、まなみにも言ったけどなんか知らんけどまた帰ってきたはんねんけど的な話をした記憶はある、うん、それをまなみに聞いてもらったら分かる、うん、まなみになんか今日も帰ってきたはる、また帰ってくるんかな、うん、打ちかけときよみたいな。まあでもゆみきちゃん、まあ用意してもらってるからなんともな、それは。でもそう言われたらそうかもしれないけど、うん、うちの中ではそれが普通じゃなかったから。ああ、みゆきちゃんの中ではな、うん、うちの中ではそれが普通じゃなかったんです、うん、そう、匂わせじゃないんやろうけど、そのなんかキティちゃんの布団やった。うん、何、その要は SS さんとその人喋ってるでしょ。あれ、これまさこにも電話せなあかんやつ。キティの布団だってうち配信中にうちの匿名のところでコメントしてはった人が S から始まる人間って言ったら分かるやろって言ってきたはった。うん、でその人が今あんたが住んでるところの人と、まあ、今喋ってんねんっていうことまで言ってあるんですよ。うんうん、配信中に、うん、でその最中にあの喋ってるっていうあの LINE を送ってきたはるんです、うん、だから繋がってないんですか。うちは繋がってるんやと思って、だから余計に警戒してるんですよ。ああ、で要はゆみきちゃんをかもった人と繋がってる風を装われたってことね。そのかもった人たちが、うん、うちをなんか潰すっていう話をしてはったから、そこと繋がってるこの人が言ってる動きっていうのは全て私のアカウントを消すための動きなんだなっていうふうに言う疑いがあったんですよね。まあそれは俺多分ないと思う、うん、繋がってはないと思う。じゃあそれはなかったとしても、うん、うちがそれをそう思っちゃうじゃないですか。ああ、で怖なったとかもあるってことな。そうですそうです。わかったオッケー。そうですそうです。オッケーオッケー。まあじゃあわかった、ゆみきちゃんの話はなんとなくわかった。じゃあちょっと次まさこ、だから今日も普通に、うん、なんか部屋がどうのこうのっていう話もしてはったけど、うん、なんかそれは曖昧やったからもうどうしようと思ったからもうちょっと知り合いに頼みましたけど、うん、うちがこっちにおる時のなんか部屋またって言ったんですけど、それはもういいんで、うん、まあある人たちを聞いてはるやろうから、まあまあもういいですって、うん、いうことを伝わればいいかな。うん、うん、了解了解、わかった、ありがとうございます。はいよ。またちょこっとだけ見とくからなんか変やなと思ったら。ああ、まあまあそれはもう全然ちゃちゃ入れてかけてきてくれたら、はい、うん、はい、了解。すいません。はい、失礼します。はい。さあ、まさこザタイム来るか、これ。うん。うん。キティの布団事件、大事件です、皆さん。事件です、事件です、事件です。うん。まさこタイム行くか、まさこにかけたらええか。僕のタイミングでコメント来るイコール、そう、あ、通話中なってるやん。通話中なってるやん。うん。まさこちょっと待っとくわ。かけれんやったらかけてきて。うん。
技研技研技研、あ、かかってきた。はい、お疲れ様です。どうした？え、キティの布団？それピンクのキティちゃんの布団やで。あ、おっと、一致してきた。うん。おっとうん。スヌーピーの枕に。スヌーピーの枕も、はい、パグミさんから証言取る。茶色のマットレス。茶色のマットレス？はい。これは。私の荷物は段ボールに3つ。段ボールに3つ。冷蔵庫の前にある段ボールやったんじゃないの？おっと？コメントにもあったけど。お、そう、それそれ、おっと？一致？返してくれやな。荷物を返してほしい、まさこの要望としては。荷物それ全部入ってんね、うちのスーツとかも全部。あ、全部なんや。そうそうそう。おー、じゃあね。そうか、うん、うん、どうすんのやろこれ。あ、ある社長聞いてるかな、これはある社長聞いてるかな、まさこの荷物。お前さ、嘘ばっかりついてるからこういうことなんね。いやでも今火の車なってんのは R 社長じゃないで。え、なんでやって？今 R 社長にフォーカスしてるんじゃなくて、どっちかというとゆみきちゃんかもった人にフォーカスやからな、一応な。まあ、なんかあるんやったら 言ってくれてもいいけど、それは。あ、そうな、でも知らへんけど。うん、うん、で荷物に、荷物は欲しい、それは。荷物回収してるけど、山田取ってきてや。そうや、そうしたら山田取りに行ってきてや。俺が取りに行くん？うん。なんじゃあれやな、ゴールデンウィーク開けたらにしようか。レタカーゲ取れるし。うん、うん、出ない。え、でもそれはあれやで、あの R 社長のところにある R 社長の法律では R 社長の荷物やからさ、何の、うん、R 社長がうんって言ってくれへんかったら、あの持っていかれへんからさ。あ、そうそう、な、事業主になるしな。そうそう、本来やったらな、持ってきたいで家まで知ってんねんからな。うん、家の前置いといたいで。お前インパクトを置いた時みたいにな、置いといたらええねん。なんかお前のインパクト持って帰れよ、お前。気持ち悪い。あ、ほんじゃ、そう、まさこのところにある R 社長のインパクトを持って、俺が、R 社長の家行って荷物引き取って、まさこの家持って。インパクトは勝手に置いてったんやから、な、それ防犯カメラに映ってるから、な、勝手にお前が置いていってるところ防犯カメラに映ってんね、うん。だからな、そのインパクトはお前がな、勝手取りに来い。な、うん、そうか、な、警察に紛失届け出しといたろか、な、こんなんありましたけど、つって、あの、拾得物で出しといたろか。インパクト。うん。な、だからな、そうだな、山田が往復する必要ないや。まあまあ、俺はいいよ、別に。山田が、うん、山田が、なんか自分の荷物だけ取ってきたいじゃん。うん、ああ、まあまあまあ、それはどっちでもいいけど、うん。OK。荷物を、ほんじゃ、まさことしては、あの、取ってきてもらえると助かるという立場ということでいいか？うん。うん。そうそう。わかった。インパクトが。お前な、やってることクズすぎんねんって、ほんま、いい加減しとけよ、ほんま。うん。まさか、それはまさか。山田ちゃうで。あ、わかってるわかってる。まあ、俺もクズやけど。うん。うん、はい。わかった。はい。で、いい、これで。あ、いいよいいよ。ほんで、お腹の、R 社長のお子さんの件はもう別に言論せんでいいの？でもいいよ、別に。あ、ええか？わかったわかった。はい。あ、いいよ。うん。ということらしい。荷物があるらしいから、それほんじゃ、もしあれ、R 社長がいいんやったら、うち取りに行きましょうか。山田引っ越しセンター。うん。いや、山田引っ越しセンターが荷物だけ回収しに行きましょうか。うん。インパクト、せやな、セカンドインパクトやな、うん、と取りに行くけどな、別に全然そんぐらいやったら、レンタカーだけガチして、うん、ちょっといなんかゴールデンウィーク終わってからにはしてほしいけどな、レンタカー代高なるからめっちゃ、うん、せやな、雅子が立て替えた弁護士費用って何？何？荷物は警察電話したい時の、あの捨てたなら迷惑になると置いてるのが、お互い今の家に行くのできない。あ、荷物は警察と電話した時いらないって話をしたけど、捨てたなら迷惑になると置いとるだけな、
相手の家に行くのできひんから、じゃあやっぱ俺っすね。俺が、あれしましょうか。インパクト回収して、R 社長のとこ行って、まさこの荷物回収して、まさこの家。まさこ、家、家やったら別にどこでもいいけど。うん。それやと、物の受け渡しは、スムーズですね。うん。で、この間みたいに、生物じゃないからさ、うん。山田引っ越しセンター、うん。うん。いらないって言ってない？いるの？え？コーヒー買いに行く？とりあえず。うん。そうでしょ？サードインパクト。うん。出陣。うん。どっち？出たまなみアルバイトで連れて行こうぜ。湧いてんぞ、おい。だからあかんって、まなみさん出演させたら、もうガチコレさん発狂するから。うん。あ、来た、小萩ちゃん、パオン、ちょうどいただこうとしてたタイミング、偶然の一致は必然、運命、ディスティニー、うん、パオン、アザス、オッケー、シンクロニシティ、うん、小萩ちゃん、ありがとう、これちょうど食べようと思ってたとこ、うん、おっと、パグミちゃん、ファンタスティック採用か、これ、おっと、パグミさんファンタスティックで強制参加か、うん、あるでこれ、うんうん、おっとパグミファンタスティック採用、うん、作業員 A、うん、ダンボール運び、うんうん、いやいやマイナミじゃしたらガチこえへんもん、いややわ、うん、回収の見込みなくなるから、うん、美味しいなこれ小萩さんな、はいパオン、あ、そっかよ、うんうん、ありがとう、うん、切り取るなアホ、おえ、あ、切り取ってるその部分だけの音声ってこと、それは雅子曰く、うん、でもまあ荷物が今現存してて返してほしいのポージングは取ってるからな、うん、その時いらんって言ったけど一応まあ置いてあって返してほしいという状態、うん、今ここよね、うん、まあ、その法的にはどうか知らんけど、うんうん、物自体は現存してて、うん、で双方荷物はある、うん、いや、段ボール3つ分って言ったら多分送料結構かかんで、うん、うん、こう小萩ちゃんにもらった三原の、うん、SS とは電話つながらん、うん、うん、いやすいません、マナコさんのパンツはきついっす、さすがに、うん、うん、まあそうやな、まあ物の受け渡しだけでもな、うん、まあなんかいるもんも含むらしいんで、うん、うん、いや違う、まあまあ摂津と川西の往復、うん、そんな遠ないですな別に、うん、引っ越しの作業着作ろうか、ババファクトリーで引っ越しの作業着作ろう、そうしよう、うん、うん、そうしよう、うん、このタイミングや、作業着作るぞ、うん、川西川西、うん、せやな、うん、じゃあやっぱゴールデンウィーク明けたら、じゃあ話あれなってなかったら行こうか、うん、うん、さあ刺繍も入れるか、うん、山田引っ越しセンター、うん、うん、アイザー寄してない寄してない、うん、ユミキちゃんがもうアイザー無理やから、うん、寄してない寄してない、
いや、ああいう場合よ、それ誰に向かって言ってる、何人に向けて言うてる、うんうん、作業機作るか、うん、あ、まさこなんや、キャッチコピー、オフ箱が正義とか、うんうん、まあなあ、まあなんかスーツやとか、まあなあ使えるもん結構あるらしいから、あ、何それ、あ、冗談です、はい、うん、あ、プルッチャ登場せえへんかな、うん、はい、5個パオアラスコショコショ OK、 ありがとうございます、新しいと出す、たかしの作業着5000円ぐらい、よし作業着屋さん行くか、うん、ありやな、作業着着るか、いや、まとめ終わった、終わってないな、まだ、うん、うん、まあ、でも終わってないな、うん、まあちょっとなんかこの件になるとやっぱりいろいろ出てくる人ってまあここまでの話はまあなんとなくわかった、みんな、うん、まあまあそう、まあじゃあ本筋に戻ろう、本筋に、うん、で一旦、まあ、割れたと、わー、ファイトです、10個ありがとうございます、パオン G の人 OK、 10個、ご承知、10個前、うん、うん、まあ要はゆみきちゃんかもられ、まあ巡り巡って R 社長とガッチャンコで、その R 社長とも割れて、で何そのまあ巻き添えになった犬の世話をまあ僕がしたところ行こうか、そしたらまあ僕がというか、まあ僕と僕のリスナー様、僕のって言っていいかどうか分からんけど、まあリスナー様、青さんは一応あれやろ、あ、 こいつダメでバン切ったんじゃないの多分、うん、ベラベラ喋られたら配信者的に困ることを、まあやっぱなあ、まあ、それは知らんで、あのどうなんか、うん、あのそれはどっちかわからん、俺裏取ってないから、ちょ、青さん俺 LINE 知らんねんな、うん、それは青さんの指示でそういう風に言えって言われてゆみきっちゃんがやっているだけなのか、本当にゆみきっちゃんが LINE 切られているのか、それはどっちか知らん、うん、それはもう別にええんちゃん、別にどっちでも、うん、でも今多分まあ切ってるのは切ってると思うけどな、分からんけど、相沢さんは雅子さんの口元に対する誹謗中傷でバン、うんうん、うん、まあ、それはちょっとどっちか分からん、確認取りようないからな、うん、別赤で恋も言った、うん、それもされてるって言ってたけど、なんか知ってんの、なんか知ってんの、まなみ22パグミ2225、なんか知ってんの、なんか知ってるんですか、その言い草は、伺ってもよろしいですか、ついでやし、うん、あ、知らんねんな、あんじゃいいわ、いや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 、知らんと思う、多分どうやねんやろ、パグミ2225、うん、え、今聞いた、もうまとめ、いや、まだ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 まとまってない、全然今ちょっと雅子さんと R 社長とゆみきちゃん乱入で、うん、バチバチ火花が飛び合ってたとこやから、 SS さんも R さんもやめるんですよ、どうなってんの、うん、そうな、こうなってるチョコバイ、こうなってる、うん、みんな事故ってる、うん、全員事故ってる、うん、それだけは言える、うん、ただまあな、うん、どうしようもないうっ今はゆみきちさんに、あ、そうやな、そうやな、まとめツイート、あー、する、軽く、うん、え、まだあるで、山田くんもっとでかい出た、え、そんなでかいんすか、うん、いや、じゃあまなみ友達一人減ったけど、引きこもりがまなみの友達になったから、多分減った分は補填できたから大丈夫、あ、そうやで、そこばい、うん、で、ちなみに今把握してるだけでも、もう一人同じ手口でやられてんの確認取ったから、うん、そう、そんな人やで、うん、うん、まあプラマイゼロやね、言うたらうん、そうそう、今まなみさんと
何引きこぼりさんが割と友好関係あるらしい、うん、被害者が弓吉で加害者が SS で、まあ、元い今アカウント名 S に変わったらしいけど、いや着信ない一回も、うん、もういつでも出るよ俺、うんうん、あんたの周りは金銭トラブル抱えた女ばっかりよ。え、金銭トラブルなんこれって。うん、別にまさこは金銭トラブルじゃないやろ。うん、まあ、ゆみきちゃんそうやけど。え、違う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 、それは違う、ダンベル先生また別、うん、それはガチで社長やから、うん、それはガチの社長、うん、あの会社っていうか行ったことあるから、うん、まあもうもしかしたらな、行く時が来えへんかったらええけどな、うん、このままやと割とラチ開かへんからな、うん、嘘つきがアカウント消せよ。ああ L 社長に言ってる、うん、いやそれあれやん、捕まってて飛んだやんその話、うん、そうそう、もともとそうやってんけどスポンサーな、うん、連絡つかへんくなったやん、1ヶ月ぐらい前に、うん、桜子ちゃんは弓吉さんの嫌がらせの被害者で、まあ一時だからその弓吉ちゃんと桜子ちゃんで SS さんの取り合い状態になっててんな、うん、まあそこ遺恨は残ってるよね、桜子ちゃんと弓吉ちゃん、うん、うん、遺恨は残ってる。だって恋仲だったはずの弓吉ちゃんのクレジットカードで桜子ちゃんに課金されてたから、うん、それはまあ遺恨残ってるかもな、うん、もしかすると。いやモテるよねやっぱりね、うん、配信者もあれやけどやっぱ投げる人もモテるよね、うん、なんで俺アカウント消すの、消さんで言うやろかって、なんかあんのかよ、なんで消さなあかんの。いやイケメンではないはず、うん、ほんで話戻るか、話戻るか一旦な、うん、ちょっとその前にあのブレイクタイム取っていいですか言うて、うん、ブレイクタイム取っていいですか、コーヒー買いに行っていいですかこのイケメンは、うん。うん、うん、テクちょっと ブレイクタイム取っていいですか、コーヒー飲みたいです、うん、その代わりはるはるやらないんで、うん、うん、はるはるやらないんで、ドアノブリスナーさん、もう今日はパパって買って帰ってくるだけなんで、はい、うん、やらんね、うん、はるはるやらんね、うん、今じゃないわ、やるにしても、うん、いや、行かないです、はい、よし、じゃあ行こうか、帰りに。行くわ。じゃあちょっとコーヒーだけ買いに行きます。うん、むせるね。まあ、噛んでるわ。あれ、俺お金どこやったっけ？あ、あるわ。90円のコーヒー売り切れやったからな。うん、困ったことね。でも一応90円持って行っとくか。どうせ70円しか使わんし。よいしょ。
あ、お疲れ様です。ありがとうございます。うわ、かわいい。しこ。うん。いやいや、だからもう持ってます、持ってます。傘いらないです。うん。いや、はるはるやめろって言われたから。うん。はるはるは夜に撮っとかんと。トローが、いや俺アイスが飲みたいな、うん、それではすいません、70円のコーヒー行かしてもらいます、ドン。すいません、僕のような1階の小敷以下が70円もするコーヒー飲めるのは日々課金してくださってる素敵なリスナー様のおかげです。ようやく非課税世帯低所得者層を抜けれたのも皆さんのおかげです。本当に感謝してます。ありがとうございます。いただきます。あざす。はい、ニコパオあざす。あと小萩ちゃん間で花火投げてくれてたね、ありがとうございます。うん、さあ帰ろうぜ。うん。帰ろうぜ。はい、特命さん、パオーアザッソ、おっと、ありがとう、特命さん、うまい、うまいわ、うまい、うまいで、パオーアザッソ、オッケー、いいよ、特命さん、うまい、うん、うまい、ええよ、うん、ありがとうございます、特命さん、うん、いいよ、ねえの人ね、うん、いいんだよ、70円のちまちま飲みたいんだよ。いやいやわ、30円の美味しくないもん、水の味しかせえへんもん。いやー稼ぎたいっすね、ほんとね、はあ、うんうん、あ、もう俺はほんともう、じゃあ謙虚というかなんとかそんな、ね、人気もんじゃないんで、あ、サメイちゃん頑張ってね、パンを頑張ってね、シャメイ、うん、いってらっしゃい、はあ、疲れた。よいしょ。ほんでよ。こっからあれよね。後半に続くよね。後半に続く。よいしょ。
ここからが後半に続く方です、言うたら。で、まあ、以上、R 社長と、一旦、ゆめきちちゃんが、まあ、割れたというところまで。はい。ここまでは、ここまでで分からんことないよね、もう多分。どうですか？次、こっから2限目。何？ちゃちゃ丸編。うん、エピソード2。うん。エピソード2です。はぁ、やれた。こっからはまあ、これかな、BGM。はい、アザスパオン、キャロコ、アザスオッケー。あ、うるさい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 。うん、こっから。まあ、一応、そのまあ、ゆみきちゃんは、あの、鹿児島県から、あの、犬を連れてきたと。うん。15歳の老犬。名前は、ちゃちゃ丸くん。今来た人に簡単な定期誰か作れる人おったら適当に作って流してあげてください。うん、で、やっぱり、まあ、その、何？ゆみきっちゃんが、まあ、かもられて、もういっぱいいっぱいになって、今、大阪にいてるという、まあ、大阪というか、まあ、関西にいてる状況下において、まあ、その、何？衣食住の要、言うたら、まあ、ある社長と、まあ、決別することになった傍らで、あの、はい、あのボロ雑巾こと、あのちゃちゃ丸くんがあの おることがまあおることがって言ってうん、なんやろうな、あのまあそのまあ僕目線から見てもその状況云々でいくと、まあちょっとその飼育環境がまあちょっと行き届いていない、うん、し、まあその飼育してる場合でもないっていう、まあ僕の判断で、うん、あのちょっとあのまあそのタイミングでね、あのもう犬面倒見てあげるよって言ってくれてる人何人か出てきてはって、でちょっと一番信頼できる方にお願いして、あのでゆみきちちゃんにもちゃんとあの丸も了承もらって、あのその方が今一時飼育をしているっていう状況。うん、でちなみにそこでもまあちょっとあの夢吉 A 事件みたいなのが起こってうん、そこでな、まあ一応そのまあ僕一応一旦その R 社長のとこから僕がちゃちゃ丸くんを一時引き取り、うん、一時引き取って、であのそのリスナーさんに受け渡すっていう回をやったんやけど、うん、273のコメント定期はまだに、ちゃ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 、おい、なんやねん。それ関係ないやろ、今。関係ないやろ。うん。ちゃちゃちゃ、昔の話。昔の話。慣れ初めな。うん。今の話じゃない、それ。うん、元彼女の慣れ初めの話、誰が聞きたいねん。うん。もうないよ、133。今のとこはないよ、何にも。まあ、それはマジ話だ、はい、うん、いや、それいるそれいらんて、別に、うん、しかも別に無理やりじゃないで、うん、俺は別にそのプレイの一環やったと思ってます、はい、うん、うん、それは僕はプレイの一環だったと思ってます、今となっては知りません。1件目は、まあ、ゆみきちゃんかもられ事件から、まあ、今に至るまでの、まあ、今というか、まあ、R 社長とトラブるところまでの経緯、うん、まあ、まあ、割と無理やり好きです、はい、割と無理やり好きです、はい、嫌がってくれる方が余計喜ぶという、うん、そういう癖ではあります、はい、うん、なんで金髪なの？あ、特に理由はないですよ。だから
や、ほんで、まあいいよ、まあいいよ。まあいいよ。そこからはいいよ。うん。まあ、そこからはいいや。ほんでな。で、まあ、まあ、その方、まあ、ゆみきちゃんの犬を、引き取って、くださった方、その日、関東から徹夜で新幹線に乗り、僕の家で犬を引き渡し、そのまんま弾丸でまた関東の方に新幹線で帰って行かれたんですよ。はい。引き取ってくださった人。うん、で、一応、そこでまたトラブルが起こるんですよ。うん、そこでまたトラブルが起こるんですよ。まあ、またね。まあ、要は、生活立ち行かへんくなった状況プラス、飼育環境が劣悪やっていうことで、名乗り出てくれたリスナーさんと、ゆみきちさんを、まあ、一応 LINE でおつなぎする形をとって、で、あとはもう、くどいぐらい、ちゃんとしてねっていうことを、まあ、ゆみきちゃんにも向こうにも伝えてやってたら、ね、犬今度引き取られた方がぶち切れるっていう事件が起こって、うん、引き取った当日に連絡つかへんくなっちゃって、ゆみきちゃんとその方が、で連絡つかへんくなっちゃっただけやったら まだしも、配信してて連絡つかへん。引き取られた方が送信された LINE が既読つかなかった事件が起こって。まあ荒れたよね。荒れたよね、あの時ね。うん。うん。もうバリ雑言まみれになったよね。で、一応ゆみきちゃんは、まあ愛犬家を歌う。うん。で、別れも名残惜しく、ね、お別れの際には涙を流されるという一面も見せてたのに、引き取った日連絡がつかんくなってて、でその引き取られた方がもうそんなやつと個別に連絡取りたくないと、うん、まあ引き取る際にはもう山田に連絡入れてくれと、うん、それは渡すからって、うん、だからその弓吉さんと今このクソゴミさんっていう方が割れている状況、うん、うん、そう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 、うん、まあでもその話はもう一旦収束したんでね、言うたらその話はもう一旦収束したんで、別に掘り下げてあやこうや言うあれはないんですけど、まあとにかくその方は今もなおまあ怒っている状況で、一応、ちゃちゃまるくんの、ちゃちゃまるくんのね、その状況は、もし、その方の X 貼れる方いてたら、まあ、そうです。パオン、ゴシゴシゴシ。うん、まあ、俺もちょっと怒ったっすけどね。ちょっとは。うん、さすがに。なぜなら、まあ、やっぱ、ね、自分ごとじゃないにしても、で、リスナー様、徹夜で新幹線往復させてる兼ね合い、ね、費用の方も少し、うん、僕から補填させていただいてた兼ね合いもあるというか、うんうん、ちょ怒ったですね、さすがに。あれなんか急に止まった、なんでや BGM そうそう、で、まあ、その様子は爪が、いやちょっと待って、海も出てる爪、あれじゃ滑る、ちょっと待って、俺か理由、俺ではないよな、俺何もしてないし、うん、どういうこと、ちょ待って、どういうこと、爪が海出てる、どういうことちょ、一回見るわ、何どういうこと、どこ、どこで見れんの X陰部も毛玉ができていて海が出てました、爪も思ったより伸びていてもうすぐ肉球に刺さりそうな状態です、爪に関しては健康診断と合わせて獣医にお願いしようと思ってます、うわ
じゃあまあでも結果良かったんちゃう、うん、結果良かったんちゃう、わあ、ありゃあ、あ、ほんまやな、えらいことなってんな。ありゃあ、あ、アイテム飛んでました、ごめんなさい、すいません。爪が伸びて刺さってる、すいません、ここパワー出す、うわ、あ、ありがとうございます、新しいと、あー、青の人3つパワー出す、オッケー、ゴシゴシゴシ当たり、オッケー、あざす、まあでも結果良かったよね、結果、ありがとうございます、資金補填ありがとうございます、うん、結果、まあでも良かったや、ちゃんとしたヘイトで引き取られて、山田さんコメント失望したらダメですか、いいよ別に、うん、ああ彼女、おそうそう、え、彼女でよかったって、あれやろ、引き取られてよかったよね、結局、うん、うん、あ、ゴシゴシはゴシゴシ、うん、え、ゆきちゃんに電話する、え、見てると思うけどな、ツイッター、え、一回電話する、ゆきちゃん、もうかかってけえへんことを祈るって言ってたのに、こんなにかけて怒らんかな、ゆみきちゃん。まあ、一回、まあ、報告だけしとこうか、一応。結構大変だったみたいで、いいんだって。あ、お疲れ様です、ゆみきち先輩。ちょっと待ってください。あ、いいよいいよ、ゆみきちさん。ごめんね、忙しい中。うん。はい、見た一応あのちゃちゃまるさんのご様子、あ、見ました、うん、よかったよね、そうです、ありがとうございます、うん、よかったよかった、うん、はい、うん、ありがとうございました、およかったね、はい、うん、よかったと思います、爪がさ、結構言われてるけどな、爪が甘いって、あ、爪の長さだっけって、うん、はい、うん、それも今、配信見てたんで、うん、それはなんでやったん、まあ、俺あんま犬のことわからんでいいけどさ、病院の方に行くたんびにやってもらわかんじゃん、あー、ほんで病院行けてなかったんか、しばらく、あ、で、私がやろうとしても、うん、あの、私が爪切り下手くそすぎて、私が足を持つイコール爪切るんやっていうので嫌がって、あー、あー、あー、で、結構力強くあの、足引っ込めたりするから逆に危なくって、うん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 、そやな、うん、え、ほんでもともとさ、尿のところはなんか産んでたん、ようわからんねんけど、尿のところ、あ、うん、なんか海で出たらしい、あ、それはちょっと確認できてなかった、なかってんな、あ、まあ、それはどこでなったかはわからんから、俺も、うん、別にそこまではあれやけど、うん、うん、まあそのなんていうのかな、まあ言ったら、その、なんていうの、足腰悪いから、よく、べちゃって なってることが多くて、うん、で、それで、バイ菌なんですかね、まあ、その辺もなんでそうなってるのか、うん、俺もそれは因果関係はわからん、うん。私もよくわからないんですけど、うん、はい。で、まあ、その、今回、いいリスナーさんにね、取ってもらって、その最初の LINE の、最初はその山田のところにいるときに LINE のやり取りとかを、まあ、その場でやったからすぐ折り返してとかできてたでしょ。で、引き取ってもらって、山田に引き取ってもらったよっていうのも聞いてて知ってたじゃないですか。うん、で、
その後、うん、そのレスナーさんが LINE をくれてて、うん、で結果その返事が遅くなったっていう風に、うん、なって、まあ、結構みんなに何やってんのみたいな、もう手放したらもうええんかみたいな結構言われてるんで、うん、言われても仕方ない結果やと思うんですけど、うんうん、その、まあ、ちょっとこれは、まあ、言い訳にはなるんですけど、うん、その、LINE とかもらってる時とかもそうなんですけど、うん、本当にR社長のせいにするわけでもないんやけど、いろんなタイミングでいろいろ一気にあれやれこれやれとか、うん、ああ LINE も返さなあかへんとかっていうのが重なるんですよ最近特に、うんうんうん、だからみんながここでこう揉めたはるでしょ、うん、ここっていうか、まあ俺以外はR社長はうちだけじゃないし、うん、っていうのがあったりとか、あ R 社長、うん、R 社長、うん、だからその配信してて、うん、他のやつ対応してても、うん、じゃあこれするなみたいな今はまだとか、うん、いろいろシステム受けてたりもしてる中のその LINE やったから、うん、今既読つけちゃうとやっぱりそのやりとりも中途半端になっちゃう、その配信の、うんうん、このところでやってたのにさ、あ、ちょっと待って、そのあフォーカス今してされてるところというかそこじゃなくてさ、はい、爪、これだけでもそれそこはよかったんですけど、これだけちょっと言わせてもらいたかった。ああ、そういうことな、そういうことな、そうそうそう、だから、うんうん、このR社長とのやり取りもあったから、自分の中でつい忘れちゃってたっていうのもあったんです、うん、だから本当に申し訳ないなと思って、おーおー、うん、すいません、うんうん、それでも立丸くん優先しなあかんかったなと思って、うんうん、はい、うん、まあでも結果な、うん、ちゃんと見てくれる人に引き取られてな、はい、うん、はい、よかったと思ってます。なあ、せやんな。ありがとうございます、本当に。うん、で、どう引き取れる見通しみたいなのは、まあ1日2日で何も変わらんかもせえへんけどさ、ちょっとなんか。今のところは、なんか、うん、そうですね、まあ、まあ正直、今すぐとかっていうのは、まあ 100% 無理なんです。うん、なんかいい兆しあった、はい、ちょっとでも、はい、え、なんかいい兆しというか、いい兆しっていうのは、うん、兆しではなかったのかな、どうやねんやろ、それはまあ感覚でもいいけど、うん、どうなんでしょう、これ本当にシナリオなんか台本なのか、うちほんまに分からへんのって台本、え、ちょっと待って、台本って何、そのなんか、あれ、だから私この後、うん、実はその、うん、部屋、うん、あれじゃないですか、うん、そのR社長からまた部屋のこと言われてたんで、本当は今日会う予定やったんですけど、あ、R社長と、うん、そうです、そうです、うん、え、前の条件でということで言われてたんですけど、ちょっとそれは不安やったんで、うん、自分で何とかしようと思って、で今自分え、ということ、R 社長から部屋の打診があったってこと？あ、そうです、そうです、そうです、だけどやっぱりもうなんかしんどいんで、やっぱり嘘ばっかりついてるんですし、なんでもう自分でちょっとお願いして、こっちに知り合いてるんで、うん、小学校の時とかの、うん、同級生がいてたりするんで、そこに頼んで、うん、もうそっちにちょっと今いるんですけど、だからちょっと、うん、ネット関係の人じゃないから場所とか言えない。あ、そんなんいい、そんな場所とかはそんなんいらいな、はい、そこまではちょっと、うん、あ、ただ大阪は大阪、あ、そうです、そうです、うん、オッケーオッケー、うん、すいません、だから、うん、電信、まあ何か変わったかって言ったら、うん、普通に今日泊まれるところとか、まあしばらくあるよっていう、あ、それで一応とりあえずまあ数日間のまあ飲食住は担保できたと、です、です、だから、あ、よかったよかった、ちょっとその時間がある時とかに、うん、やることとか考えることがちょっと落ち着いてできる、あ、それはいいな、睡眠とかも取れるし、うんうんうん、っていうんで、ちょっとそこが変わったぐらいなんですけど、うん、まあ昨日までよりはマシかなっていう、あー、オッケーオッケー、ほんでさ、今日さ、青社長になんで LINE ブロックされてるか聞いてくれって言ってたやん、もうそれはいい、あ、結局もういい、あ、もういいです、もういいか、ブロックされてるもんは仕方ないです、あ、了解する、自分の中の
原因としては、うん、その言ってたでしょ、なんか営業妨害、うん、もう最初のきっかけの時になんか教えてくれんかったら、うん、あの家行くでとか普通に言ってたから、うん、うん、て言えって言われてるだけとかじゃなくて。ああ、違う。違う。うん。はい。うん。じゃあ、まあ、いいよ、それで。うん。はい。え、ただ、R 社長から、R 社長からの部屋の打診って何なん？それ、証拠ある？部屋の打診。え？証拠。うん。待ってください。調べてたらなかったも、でも昨日言われて、普通に今日7時か8時ぐらいに行く予定やったんです。7時か8時行く予定やった家に。いや、っていう連絡が来る予定やったんですけど、うん、その前になんかその山田となんか話があるみたいな話をしたかったから、この流れがシナリオになったって思ったんです。いやいや、じゃそんな何も絵描いてない。俺 LINE 全部見せれんもん。おう、うん、まあそれはうちは見なくていいんですけど、うちはそういう風に聞いてたから、この流れがシナリオ的なもので、うちまたそれに合わせなあかんのかなって思って。あ、ないないない、別にそんな一切ない。山田がそれを言うんやったら、別に山田のその言葉を信じるから。うん、で、しかもそれやったらさ、ユミキッチャンの先それ打診するくない俺が。あ、その時は山田が言ってくれてた、こんなん言われてんけど大丈夫かみたいな。うん、そうそうそう、そんなんあんやったらな。あ、うん、揉めさせやんのに。うん、山田うち飲み方してくれるってちょっとあんまり思ってなかった。味方でも敵でもないねんって。俺は取れ高さえくれたら何でもやるから。うん。最初から言ってるやん。うん。あ、言ってるな。うん。まあ、でもただ、うん、だからそういうのも全部分かってるんやと思って。うん。思ってた。シナリオで、犬好きじゃないのに犬預からへんで、俺。ふっふっふ。さすがやん。ありがとう。ああ、そうそう。で、東京から徹夜で来てくれてるリスナーさんに1万円渡さへんで。あ、1万円以上渡さへんで。はい、すいません。さすがにな。配信も見えてへんとこで。うん、うん。はい。うん、そうそう。うん、です。あの、うん、まあ、山田のことは、うん、まだ少しは信じて。いや、別に信じていいよ。別に、じゃあなんか信じてほしいとかはない。まあ、やってくれてることに対しては、うん、マイナスになる。たちゃまるくんのこととかはプラスにしかなってないんで、うん、うん、まあ、うん、私のことに関してはちょっと置いといて、たちゃまるくんに関しては、うん、山田とかにほんまにありがとうって。ああ、いやいや、そんなんもう逆に取れたか、ありがとう。うん、いやいや、うん、たちゃまるくんで稼がしてもらったから。うんうんうん。うん、うん、なんで、うん、あれですね、だからうちがよう分からへんっていうのは、そのなんかいろんなことを重なってるから、どこがみんながつながってて、実はそうっていう、なんか誰と誰がつながってて、そういう話をしてて、うん、こういう形になってんのかが全然分からへんから、うん、全てをなんか疑いたくなってしまう。疑う、ね、ああ、うん。そうそう、誰を信じていいか分からへん、うちは。っていうのだ、誰か信じなあかん、ゆみきっちゃん。信じるのやめるか。あ、いや、別に、なんか別に、うん。いや、ちょっと信用したいやん。信じるっていうか信用したいでしょ。なんか自分のことで動いてくれてたりしてたら。うん、まあ、うん。まあ、別に、なんか信用したいとかしたくないとかじゃなくて、なんかあれやん。なんかあの、淡々。お願いするにあたって。淡々とさ、あの、とりあえず今ある選択肢の中でさ、あの、まあ、最善、最速、やっていかんとさ、結局さ、まあ、言うたらさ、その、もう30万もジャンプしてる話も知ってるしさ、言うたら。あの、まあ、手遅れにはならんわ、別にな。どんだけ金利がかさもうが何しようが、もう最終的には任意整理か自己破産しかないんやろうけど、まあ、それか、まあ、はたまたワンチャン全部出してくれる人出てくる可能性ゼロではないかもしらんけど、まあ、そのぐらいしかないやん、言うたら。で、まあ、一個ずつって言ったらあれやけど、まあ、トラブルシューティングしていこうよ。うん。トラブルシューティング。で、その兼ね合い、やっぱあれちゃう、やっぱ睡眠と食事。うん。まず、あの、体の健康面、心の健康面。うん。あ、うん。じゃあ、とりあえず着信音、呼び出し音を静かなやつに変えて、うん、あの
山田からの電話は。あ、違う違う、俺からの電話も別に強制で出ろとかないから言うたら。うん。あ、絶対ない。あ、ないないない。あ、ない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 。そんな、だってどこで何してるかなんて俺も知らへんし、いつ寝てるかもいつ起きてるかも知らんし言うたら。それはそっちの都合でいいよ。うん。そんな。うんうん。俺なんか強要した、ゆみきちゃんに。一回でも。強要？うん。なんかこれやれとか、あれやれとか、こうしてほしいって言ったことある？山田からは何も言われてないかも、ね。一回もないやろ、多分。いや、うんこ食わせてくれって。もうだからそれだけ唯一。うん。うん。うん、でもあんまりちょっときつくめでやられちゃうとちょっとね、うちだけじゃなくて他の人もちょっとあれやから、うん、まあお手柔らかでお願いできます。でもお手柔らかやん、終始別に。なんかどうなったりしたことある？一回でも。いや、ないやろ。一回もないやろ、多分。ないですね。うん。普通の人やったら多分、切れてるとこ多分多々あるところでもないやん、言うたら。まあ、あー、パワー、さす、オッケー、オッケー。そうそう。まあ別に信じんでもいいけど、俺が怒ったりなんか強要したりとかはないから。当たり、ありがとうございます。あまり大きな声で怒鳴られるとちょっと怖いんでね、うん、はい、うん、まあだからまあまあいろいろ多分今身辺片付けなあかんこと多いやろうけど、ご案内のコメント読めや。もう、のたれ信じまえ、バーカー、ふざけてるよね、この人、花火、パワーを出す、オッケー。その言葉がすごいよね、と思ってるけど。はい、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 はい。風がしてくれるね、ゆみきちゃん。うあ、あれです。じゃあ電話切ります。はい、はい、はい。じゃあまあ一応、まあ俺からのお願いじゃないけどさ、まあ、まあ、一応、飼い主である、ゆみきちゃんの、ちゃちゃまるさんの、まあ、様子は、まあ、ツイッター等で注視しつつ、まあ、なんか、目の前のこと一個ずつ、片付けていこう。ああ、それで、まあ、またなんか分からないことあったら。うん、ああ、うん、で、自己破産って言うんやったら、俺多分、透けれることあるから。ああ、うん、まあ、割とマジで、うん。うん。はい、で、まあ、あとは、うん、その、なんか、うん。昨日なんか言ってたでしょ。いい加減学べ、パオン、あざっす。ごめんね、花火、あ、花火やから。うん。あ、うん、ごめんね。ミュートで、ミュートで聞こうかな。うん。爪のこと言った言った。うん、言った。爪言ったよ。爪のこと言えって知ってるやんな、見たやんな。あ、見て、今さっき聞いた、うん、聞いたんで、やっぱり。うん、はい、うん、言った言った。うん。何言おうとしてたっけ。ああ、いや、だからまあ、注視しつつ、まあ、なんか、一個ずつ、片付けれることから、片付けていけたらいいんちゃうかなって。うん。ああ、はい。そう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 。あ、15個パワーあざっす。助けなくていいでしょ、パワーあざっす。うん。うん、まあ、お子さんのこととかはな、ゆみきっちゃんな。うん。そら、ここで言うことじゃないわ、多分、きっと。ね。お子さんのことまで出てるんですか？出てるな、やっぱり。え、枠で話したの？あれ？クレサムさんがほうって言ってる。ちょっと待ってな。クレサムさんがほうは、これ絶対なんか意味あるぞ。なんかある？クレサムさんとユミキちゃん。私とクレサムです。の中で。なんかあんの？このほうは、いや、クレサムさんこんなんでコメントこの書き方せえへんから、基本。いや、僕、そこやけどな、別に。いや、うちのうちのところでも言ったら別にそんな感じですけどね。ああ、そうね。あ、じゃあ別に、特段、なんか深い意味がある方じゃない。あ、興味ないから方か。あ、びっくりした、びっくりした。なんか、遺恨があんのかなと。うん。まあでも、子供のことを言ったからって言って、多額で、そっちの子供がどうのこうのっていう。うん、それは別に。うん、俺は別に、うん、それは別に深掘りせえへん。まあ、うん、そんなん別に。そこは申し訳ないけど、って話して。うん。で、一応、なんか大きな、その方向は決まった？ゆみきちゃん。方向は。いや、だから、まあ、それも、方向も何も、まず、今日の一個の段階として。うん。うん。まあ、準備にかかります。あ、準備には、はい、方向を決める本じゃ、準備を、かかるという感じで。あ、そうです。うん。そうですね。はい。うん。いや、安心できることがあったんで。
あ、よかった、よかったな。まあ、とりあえず今日のいい食住がちゃんと担保できてるのはいいよね。うん。はい。それはよかった。うん。ご迷惑をおかけしました。あ、いや、迷惑かかってない。俺は、もう、うんこくれてるから。うん。全然。うん。うん。裏ふわちドリームをつかみ取ったから。うん。え、手持ち資金は大丈夫今。あ、今、別に。大丈夫、いや、今日は飯食われへんではないな。うん。はい、うん。オッケーオッケー。うん。はい。ありがとう、今度は。うん、ほんじゃ、頑張ってね。はい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 、失礼します。はい。失礼します。失礼します。うん。うん。犬見てなかったな、多分。見てなかったツイッター通知入れてないな多分うん、うん、今見たって言ってたもんな。うんうんうん。まあでも割とあれやんな。じゃあ割と、じゃあ俺もそのリスナーさんも犬救ったでええねんな、とりあえず。うん、まあよかったよね。うんうんゆめきっちゃん、あとおすすめの方法あるで。一応ツイッター通知入れといて、まあ、嘘でもいいからリプランでありがとう、病院連れて行ってありがとうございますとかさ、つどつどやっといた方がいい。もう皆まで言うの、答え出してあげてるけど、うん、別に LINE ブロックされてもさ、ツイッターは見れんねんから、 リプランでも何でもいいから、うん、な、あの一応通知だけ入れといてすぐ見れるようにして、うん、ほんで、あの、もうありがとうございます。ありがとうございます。毎日あり。もう、それだけでいいねんから。うん。まあ、一応言うといたらな、わからんやん。うん、そんな、自発的にできたらこんなことなってないねんから。うん、それは言っといたろ。あ、こんばんは。ほんで、ちゃんと見てますよアピールを、あの、配信でやり。ほんで、じゃあもうこれ以上燃えへんから。うん。うん。これ以上燃えへんから。犬のことで。その方が絶対は。いやー、いい回になったね。今日も絶好調や。うん。よいしょ。お座り。いやー、お座りはアイテムじゃないとダメです。はい、何言うてんの。アイテムじゃ、そんなもん。え、俺いい人ちゃうやろ。でいい人は配信でやらんから、いい人ではない。うん、いい人じゃないよ。お手ギリ無理パオン。あ、お座りって言われた。まあ一旦話は終わったけど、 R 社長やな。え、ちょ待って、 NG 入ってきた。ふーん、ゆみきち、私の関係ある人らに裏で金貸してくださいとか、私が知らないとでも思ってたか。生垢 NG 来た。何これ。はい。それアルティマさん以外にってこと。はい。あれ、それマジ。いや、しろん、生垢重課金税は割と付き合い長い山田となからの NG。 いや、しろん、それまだ何もソースもないから何それ、なんだよ、やめろ。いや、電話できひん、電話できひん、電話できひん、うん、で電話はできひんねんけど。いや、アルティマさん以外は聞いてへんけどな。アルティマさんはあれやろ、あの、え、アルティマさんはもう、アルティマに金貸してくれ事件は知ってるやろ。その代わりでもアルティマさんの方から結婚前提にお付き合いしてくれって言って、結局話蹴って頓挫したっていう、うん、それは知ってるやろ、うん、なんでそれはもうやったやん、その時に。新岡ちゃんは貸さんのちゃうかな。レベリーさんも貸さんと思う、多分。わ、分からんけど、うん、和枠ではどうか知らんけど。起こしたら、いや、
配信を介して知り合った人に金銭の要求をしてはダメという利用規約違反だけちゃう多分だとするなら葵さんって誰？で出会い中ではないやろ、うん、ただのガチ恋なんじゃないの知らんけど。ウェブリーさんはもうどこでもおるよ別に。ウゼスさんの話終わったよもう、うん、終わった。なんぞやっていう、どんなことやってたって、うん、チッチは絶対ない、うん、チッチが貸すわけないやん、うん、え誰やろ、誰に貸してくれって言ったの、そうほんまかな、うん、まあ、あんまゆめきちゃんばっかりに電話かけたってもう返せやからな言うたら、俺からの電話出てくれへんくなる、うん、それは困るから、うん、今日は一旦ゆめきちゃんはあのターンエンドにしとこうと思うわ、昨年返せやろ、もう パツパツなってんのに、うん、俺からの電話も行動阻害してるになるからな、うん、あれから展開あったな割と、うん、関係ないことはさっきまでまさかと話したけど今ナウでリア1対1でやってもやられん関係でもって吹っ切れたわ、どういうことどういうこと、さっきまさこと今ナウでリアとつ1対1してえどういうこと、今会ってるってことまさこと、いや学びも何もしないの、あカクカクした、ちょっと一回入り直してカクカクしてるわ出て入ったら治るから、悪いことやってるやつ叩いて、いや別に悪いことやってないやつ叩いても何も悪くないからな、うん、あじゃあいい、別に俺からの電話に強制力ないから別に 出たくないときは出んでよ、うん、うん、まあまあでもそれ内々でやった方がええで、内々でな、ここでやっちゃうと規約違反やから、うん、絶対出てけえへん形で やりたい人やったらいいんちゃう知らんけど、まあ、とりあえず一旦 R 社長が吹っ切れたらしい、うん、なんか分からんけど吹っ切れたらしいわ、ああ部屋貸そうとしたか聞いて、おだそれはほんまやねやろ多分、だ別に否定してないやん コメント欄で、ああいやそれはほんまやろ絶対ゆむきちゃんもそんな変な嘘つかんと思うでさすがに、うん、いやどうやろうな、まあ別に風俗でもいいんやったらな、うん、多分紹介できる人いくらでもおるやろ、うん、えそこは関係ないやろ、ただそこにマンションがあるだけやろ、ああうん、俺も思った、別にええと思う77号、別にそんなこと俺興味ないしほんでいやいや大義権やで言うたら、お人間関係が複雑に絡み合った大義権やで言うたら、うん、ふういやー店によるんちゃう言うたら店によるんじゃない、うん、まさこの荷物は いつか取りに行けるんやろ、そうやな隣のくしゃみやな、いやいやもう大危険ですねまあせやな声もなんかちょっとな明るなってたよな弓父、うん、まあ、そう見てる人もおるな550、うん、あせや飴食べるかそうしよう引きこもり飴食おう、でも柴田はアイテムくれるからな柴田アイテムくれるからな、柴田も熱いで、うんうん、お金知らんどうしてんのかは、まあ、その日の放送のアイテムであったり、うん、まあちょっとぐらいは手持ち資金あるんじゃない、うんうんうん、いやもらう側でもないけど、そらな
俺はそんなセックスするのにお金使いたくない。マシやな。温かく見守ろうぜ。なんか知らんけど。うん。うん。でもその子供のことって放送で喋っててんやろ。ね、ネキネキも言ってるけど。うん。それはだから、ゆみきちゃんの放送見て聞いたらいいんじゃない。もうそれやめて、山田の強引、うん、あ、辞書聞いたことあるんでしょ。じゃあまあ、それは聞いたことあるってことは言ってるってことやから、そこ詳しく聞きたい人は放送つけた時に言ってあげて、本人に聞けばいいんが多分正解ちゃう。わざわざここでやらんでもな。うん、あ、せやで。うん、じゃあ強引やめろ。強引 NG にしたろうかな、うん、強引ちゃうから。安楽ボブ、安楽ボブ一番いらんな。うん、まあそやな。あ、そやで。そう、536、それそれ。あ、全然ファンタ投げたらもう山田会でいいです。え、リスナーさん、配信者どっち？リスナーさんはもう花火1個くれたら山田会です。はい。配信者の人はファンタくれたら山田会です。今日も心温まる回やったな。うん、うん、犬の爪は周りがいろいろ詰めてるし、数ヶ月伸ばしっぱなしにしたで、まあ それでいいんちゃう。まあというか、状況証拠からいくとやで、325、要はもう金で積み出したんて、もう割と数ヶ月前からやん。で、ゼネで積み出してんのに犬の病院なんて行けるわけないやん、言うたら。うん、だから行きた、連れて行ったりたいという頭はあったけれども、まあその資金なんで連れて行けてなかったが正解でいいんちゃう。うん、うん、それを説明したらよかった。でも誰かちゃん、ちょっとそれはもうやめろよ。ネイルと美容院やめろ、それは俺に言うな。うん、うん、それは俺に言うな。うん、うん、それは俺に言うな。いやでもな、切羽詰まった時って結構そんな、まあ、ゆみきちゃんの用語じゃないけどさ、ガチで切羽詰まったらさ、はたから見てたらさ、あのガチで切羽詰まってへんように見えんねやろうけど、ガチで切羽詰まってたら行動おかしなるわ。まあわかるけどな。うん。うん、例えばさ、同時に4人人口説いてたんバレるとかさ、うん、切羽詰まる時あるやん、人って。うん、彼女おんのにさ、あの違う女とセックスしてんのバレたとかさ、うん、あるやん、うん、あるやん。うん、もう言って多分大丈夫だけど、昨日の寝息はあれやろ。なんか、いや、これ言わん方がいいか。うん、一応裏取ってるけど、あれ、寝カフェやってん。うん、俺はもう特定されたりとかしたら返せやなと思ったけど、黙ってたけど、うん、それは裏取ったから、うん、寝カフェやねん。寝カフェの多分な、狭い部屋で音が反響してる、か、あるいは喫煙所かトイレ行って電話してる。で、その時のあの空調の音かなんかやわ。うん。それは聞いてみん、本人に。おいおい、山田、なんでそれ知ってんねんにまたなるかもしらへんけど、うん、俺の情報もう舐めたらあかんで。うん。うん、昨日女はネカフェやってん。うん。だから男ではない。
うん、男やった方がおもろいねんけど、うんうん、だからあれちゃう、喫煙所かなんかの空調の音やったと思う、多分感覚で言うと、うん、それはもうあのそこ行く、そこをどうですかって提供したあのリスナー様のにスパイしてくれた人から聞いてるから間違いない。うん、リリーから電話。はい、お疲れ様です。もしもし。はいよ。あの今お酒飲んでてね。うん。ちょっとさ教えてほしいよ。うん。あの香川さんってどんな人なの？科学、まあどうやろう、行動力あるし頭回るし、もう俺割と天才の部類かなと思ってる。じゃあどうやったらさ、うん、あのゲットできるか教えてほしい。な、香川さんの何、あの手出してきた女の感じでいくとリリー多分ありやね、見た目で言うと。ああ、そういうことあり。だから逆にリリーは痩せへん方がいいと思う。どうした方がいい？今ぐらいの体型維持するのがまず鉄板よね。何それ体型維持？体型の前。あの香川さんの抱いてきた女見てたら共通してるのはやっぱちょっとぽっちゃりよな。バカだ。じゃああゆちゃんは、なんでじゃあのあゆちゃんは。あゆちゃんはちょっとぽっちゃりではないよな。うん。丸川みんちゃん言ってな。あ、名前は出すな。名前出すな。じゃあ他香川さん何型な？香川さん、香川さん多分勝手にやけど B 型やと思う。B 型？うん、B 型。うん。うん。どういう女の人のタイプ？やっぱあれじゃない、あの。来るとか言ってんじゃん。いや、来るはない。体が貧相やから。香川くんの好みじゃない。あれは何、あの、来るはあれか、キャストにしたいのか。いや、まあ、別にそんな多分、香川くん深く考えてないと思う。深く考えてたら、放送上で絶対やらんと思う、香川くんやったら。裏でやる。もう放送で並んでる時点で、もうくるみさんはなし、香川くんの中で。でも昨日、フライだし、セブン、うん、セブンさんのことがコルチャー好きで、うん、香川フライってかっこ悪いよ、ほんと。うん。でもだ、ということはやで、リリー。今、香川くん弱ってるからな。昇進して寝てんじゃない？だから、優しい言葉を普通にかけてあげるでいいんじゃない？なんで、トルちゃんに振られて。うん。あ、あれやったら話聞くよ、付き合うよ、ちょっと飲みに行こうよ、ぐらいからスタートがやっぱ綺麗じゃない？いや、それご飯作って、食べに行きたい、うちの家。うん。うん。ちょっとさ、露出多い目で攻めてみたら、うん、うん、ありじゃない？え？うん、露出多い目で、あ、褒めてもらった、この間ネイビーのなんか、うん、あの肩開きの服着てた、喜んでた、うん、で俺応援したい、その二人を。応援してるで。感じする、うん、それはもう分かった、約束する、結婚ってなったら、うん、うん、いやでも占いしに行った今日、そしたら先生が、うん、1ヶ月に1回の、うん、あのね、料理の配信企画を2人でやって、うん、ね、月1以上やると、あ、リリーさんがしんどくなるから、うん、月1回企画でやって、そっから7ヶ月目から進展がある、うん、香川さんは身長、まあすごい慎重になってるから、まあせやわな、ね、うん、って書いて言ってた、うん、まあ科学も今またブイブイ言わしてて伸び盛りやからな、うん、だからちょっと引いたところでやっぱりいい女してる方がいいと思う、うん、うん、だから電話今みんながしろってうるさいんよ、でかくないのにさ、うん、どうしてこうみんなが電話しろとうるさいのかな、いや、山田に相談してんだから、うん、コメントが、うん、香川に電話しようとあるけど、そんなね、うん、女がね、押してばっかじゃダメだと思う。せやな、うん、それは絶対そうやと思う。うん。でも、一緒になんか作業するっていうのは、なんかいいらしいけどな、恋愛的には。何が？だから、そうやって香川くんと料理企画するとかは、めっちゃいいと思う。それは月1回やるってな、うん、約束したの。うん。
それやっていった方が絶対いいと思う。うん、うん、でも体験自身だったらおかしいな、またあー2人とも糖尿病になっちゃう。ちょっとさ、料理してる時にさ、わざとさ手切ってみたりとかしたらわざとな。だからそれ吊り橋効果ってあるやん。うん、うん、ちょっと手切ってみて。で、あ、押すってさ、あの血液見たら性欲高なんねん。基本まあ動物全般やけど、あの何言ってんのか。ちゃちゃちゃ、まずまずまず、血液見たら性欲高なんねん、人間って。うん、だからちょっと料理中に手切ってみて、で香川くんの口元に舐めてって。うん、何言ってんの、あんた。何言ったか酔っ払ってばかな。とりあえずさ、うん、とりあえず、うん、週一でね、あ、週一は無理、うん、月一じゃないとしんどいって。うん、月に1回料理配信するので終わり。うん、まあ、とりあえずそれ続けていこう。俺盛り上げるから、それ。やっぱりね、でも香川さんはね、私のことをね、うん、仕事として配信者としてポテンシャルとかが高いのは認めてくれてるらしく、うん、あとね、お金とかキチじゃないとね、うん、あとそのあとは何やったけど、うん、料理とかも、まあ、上手ってね、うん、認めてくれてるらしい。もう胃袋も掴んだ、うん、うん、あとは玉袋掴むだけやな。うん、うん、うん、そうそう、背中の竜かみた。うん、うん、じゃあ、うん、切るね。うん、ありがとう。バイバイ。はいよ。じゃあタイトル変えるわ。あ、了解。はい。はいよ。うん、ここにも色ボケしてるやつおったわ。あ、ちなみにあれやで、血液見たら性欲高なるわ、マジやで。うん。あの、人間って、あの、生存本能でも生きてる生き物やから、うん。あの、危機的状況とかはさ、割と、性欲高なんねん。だから、あの、看護婦簡単にセックスできるっていうのあんねん、言うたら。あの、人の死に直面してるじゃん、毎日毎日。血液も見てるし。だから、看護師エロいは確定や。うん。あ、覚えときや。これ、子孫残さなあかんように、働いてまうねん。うん。人間って。うん。うん。だから、料理中に手を切ってしまう。で、これがあれ、恋愛的には吊り橋効果や、うん、2人で危ない状況に陥る。うん、だからもう指落としたらいいんちゃん、うん、配信中に、うん、リリーがバーン言うてあ、指落ちちゃったっつって、うん、大騒ぎになればいいね。うん、そうそうそう、うん、これ吊り橋効果やから、立派な、うん、そうそうそう、うん、じゃあおすすめの方法を教えたろか、こすいけど、うん、おすすめの方法を教えたろか、うん、究極系は2人でバンジー飛ぶとかジェットコースター乗るとか、うん、これだけで結構効果高いから、うん、恋愛マスター山田間違いないで、うん、うん、まあ、二人でさ、アフガニスタン行くとかは無理やん。うん、全然。うん。無理やろ。そんなんは多分無理やけど。そう、吊り橋効果。うん、割とありやけどな。うん。いや、そう、だから香川くんとリリーさん、バンジー飛んだら結婚しそう。うん。うん。そうそうそう。まあ、戦場行くのが一番いいねんけど、ほんま言うとな。うん。それは無理やろ。いや、旅行もダメ。北朝鮮じゃないとダメ。韓国じゃダメ。うん、旅行、だから北朝鮮旅行行くとか言うたら。うん、で、生きて帰ってきたらゴールインやわ。もう現地で追っ始まりそうやけどな。うん。うん。うん。だから、バンジー。あ、いいよ、タマさん、パオーン、何もお騒がせしてない。ありがとうございます。タマさん、ほんとね、いつか一緒に花火見ようね。あらっす、オッケー、うまい。うん、一緒に北朝鮮行ってみるとか、どうやろ。はい、バラ、パオーン、あらっす、オッケー。まあ、リリーさんの恋を応援したいですね。
うわ特命さんパオーンあなたがアルバムで席を掘り合ったら総会社員名簿に僕の名前の試着も 51% 掘りさせてうーお金持ちお金持ちマジでお金持ち富裕層マジで富裕層界隈ありがとうございますまあ、あの人いい今日生赤じゃなくていいんすかうん、生赤じゃなくていいんすかえ、いいかなパオーンオッケーうまいまあ、あの人刺さった刺さったでいいうん。え、んで、さあ、あの、山田会、裏 F4、たまにはかまったるか。うん。裏 F4。恋愛レクチャー。あ、でも、違う。結局のところ、結局のところな、あのな、あの、セックスすんのが一番早い。どんな姑息な手段使っても。うん。うん。やったらええねん、もうとりあえず。やるとこまでどう持っていくかだけやから。うん。やったらいいんや、そんなもん、お前。そんなさ、チャチなさ、あの、骨髄効果使うんじゃなくて、いかに鮮やかな手口でラブホテルに持っていくか。うん。これよね。大事なの言うたら。うん。進むのみや。うん。え、それが嫌いな人。いや、そんなもん無理やりやったらええねん。そんなもん。もうそれや。うん。はい、パンを出す。うん。鮮やかな手口でラブホテルに持っていく。これが正解です。はい。頑張って、ポン、あざす、オッケー。ほんでもう入ってもうたらな、うん、あの、もうほんま荒くたい手段で突っ込みゃええねん。荒くたい手段で。うん。だって、二人で入ったっていう状況証拠がそこに出来上がってんのにやで言うたら、後からレイプだのなんだの騒がれることないから無理やりやっても。うん。オッケー。うん。二人で行ってんねんから、ラブリーなホテルに、うん、な、うん。中にカメラあるわけじゃないし、もう押さえつけてやったら勝ちじゃ。うら、ん、今何の話？いや、恋愛。うん、いやいや、それが一番、あの、刑務所に行かんで済む、うん。うん。うん。あの、もう絶対変なことせえへんからって、うん、ちょっと休憩できるとこ行こうよ、みたいな。うん、絶対変なこと。もう絶対俺やらん。絶対俺やらんからって。うん。それは俺約束する。みたいな。うん。わかる？うん。絶対俺やらんからって。うん。うん、俺もそんなすぐ手出すやつやと思われたくないしとか、うん、拭いて、うん。うん。で、連れて行ったらこっちのもん。うん。うん。連れて行って、適当に酒でも突っ込まして、うん。で、あと下半身突っ込んだら勝ちや。わかったか。うん、え、でもこれが一番鮮やかじゃない言うたら、うん、外で一緒に飲まんでええねんて、うん、いかに最短でそこにゴールするかやから、うん、時間って有限なんでね、うん、でなんか先スタートすると割と後半ぐだるパターンあるんで言うたら、うん、登場人物増えてきたりとかもう そうじゃない、うん、車に積んだ時点で勝ちや車に積んだ時点で勝ちや言うたら、うん、うん、やろう、うん、じゃこれもほんまマジで経験則やから俺と、うん、いらんことせんでええねんさ、もうな、もうどんだけ最短で突っ込むかだけ考えたらええねん、うん、うん、もうちょい待て彦助、うん、もうちょい待て、後でかまったるから。いや、ちゃう、これってちゃうで、別に男側だけじゃないで、女もそうやで言うたら。うん、ちょ、女はええやん、別に。男のさ、あの、下心を利用できるから、簡単に持っていけるやん。うん。女もだから、あの、やりまんや思われていい覚悟で、一応、もう、とっとと連れ込め。うん、な。部屋でもどこでもええから。うん。基本さ、あの、セックス、なかったらさ、恋愛なんか成立せえへんねんからよ。年の大人どもは。うん、な。そりゃそうやろ、言うたら。うん、思わん。何やかんやさ、言うてもさ、オスとメスやねんから。うん、もう結局付き合うだろなんだろは大義でさ、うん。セックスなしに恋愛なんかないやん、言うたら。うん、そんなもん。うん、最初に済ましてしまえばええねん、ちぎりを。うん。そうそう、それ10代とかやったらまた話しちゃうけどさ、うん、あ、そうそうそう、うん、
いやだってこっちもさ言うたらやで、あの また開かへんやつに財布の口開きたくないもん、うん、ほんでだからさ、なんやかんや言うてもさ男女平等って言ってるけどさ、もう男は銭を要求されんねんからさ基本、うん、また開く覚悟もないのに男の財布を開かせるな、うん、なあ、うん、そうそう、うん、どこで誰が呼んでるん？どこで誰が呼んでるん？ちなみにどこで誰が呼んでんの？牧口がどこで呼んでんの？なあせやんな三条、それでいいねんて。ああギリバいかん、いかねえわ。ああマルちゃんおんねやったら大丈夫。教訓、男に金使わすなら女はまた開け。いやほんまそれな言うたら、うん、負けちゃええよ、もう終わりかけでええから。うすうす探しに行きよって家知ってんのに探す必要ないや。いや無視でいい、マキウチ自分で勝手に言ってんのよ、なんで俺が払わなあかんねん。アホなこと言うてんのよ、クソジジって言っといて。そうそう、暴れてもないのに行く意味ない。しかも店で暴れたら迷惑やから。もううるさいな彦助、うるさいわほんまお前さ。何の話やねんお前、今話題と関係ある話せえよほんまよ。カツコは話題と関係ある話しろよ。出えへんのかい、すぐ出えへんのかい。もしもし。あ、こんばんは、あやかちゃん。はい。お疲れ様です。動画にせよ。そうですね、動画にしてまず、忘れたの。うん。はい。あのですね。はい。私、これわかります？これ。妊娠検査薬？違います。何？これ。サイコッチママから配信棒をプレゼントしてもらいました。じゃじゃーん。でも使い方が分かりません。じゃじゃーん。使い方教えに来てください。あ、そ、あ、あ、使、あ、使い方教えます。それで、はい、夜桜の大さんの頭を一発叩く、はい。そしたら配信も壊れちゃいます。嫌でございます。ああそうか、うん、せっかくサイコッチママからのプレゼントなんですから。じゃあそれを窓から投げる、うん、それしても壊れてしまいます。せっかくのプレゼントをそんなことしてはいけません。それとですね、はい、青白猫ちゃんが困っております。はい。あっちおじさんを迎えに行ってあげてください。それはまだです。はい。じゃあ迎えに行ってあげるんですね。まあ時と場合によっては。はい、迎えに行ってあげてください。いや必ずは担保しません。はい。パチおじさん可愛いじゃないですか。私パチおじさんのファンなので、はい、ぜひともパチおじさんを助けに行ってあげてください。はい、お願いします。はい。え、であれあれですか、それただでって言ってます？ただでって。は？え？あ、これ配信棒じゃなくて、僕にタダで行けって言ってるの？だってね、今私結構ポイントもらってるんですけど、はい、銀行口座作ってないもんで、はい、あのロケット花火が買えません。え？本人認証終わってないの？ヒコポン終わってないんですよ。え？前どっかでロケット投げてんの見ましたよ。うん、だからできるはずだったんですけど、なぜかできなくなっておりました。アカウント作り直したからかな。はいはい、多分そうだと思います。うん、認証されて、
はい、うん、その認証する際に銀行口座を作らなければならないんですけども、うん、そういうのあんのか。私名義の銀行口座がないんでございます。郵便局しか、はい、郵便局はないんでございます。ふわっちの分が。あ、そうなの、はい、知らんかった。ない、普通の銀行しかないんですよ。知らんかった。ほら郵便局って特別じゃないですか。まあまあそうですね。口座番号、支店と口座番号じゃなくて記号と口座番号じゃないですか。僕は変えたけど大丈夫だったよって言ってる。できるらしいで、ヒコポン。私、いや、できなかったんですよ、それが。そうなんですか。それをしに来てやってください。マチャさんにも同じことしてるじゃないですか。まあ別に私もできないので。電話番号で認証したら多分ロケットは換金できなかった。できなかったんですよ。あ、ほで、まあまあ、まあまあ、この間見てまた伺います。その間、たっぷりポイント、はい、お願いします。はい、貯めておいてください。それとですね、今日、うちの旦那さんのせいでね、私の可愛い猫ちゃんが脱走しまして、はい。大変なことになりました。すぐ救出はできましたけども。はい。はい、怪我がなくて何よりでございました。はい。はい。はい。でゴールデンウィーク明けに来ていただけますでしょうか。まあまあゴールデンウィーク明けてからにはなると思います。はい、はい、はい、なるべく一日も早くこれを使いたいのでよろしくお願いいたします。あ、はいはいはい、はい、使い方教えてやってくださいませ。はい、私外配信頑張ってしたいと思っておりますので。はいはい、手で持って出ればいいやん。うん、外配信別に手で持っていけばいい。使い方がわからないんですよ、これの。じゃあ自撮り棒なくてもできますよ。いや、タイポッチママが言うには使い方が違うって言うんですよ、はい、私がしたら。開いて挟んだらいいだけじゃないですか。いや、そう思ってしたんですけど、なんか違うらしいんです。もう構うな。はい。私の大切なもんだから構うなって。構うなって。構うなって、うん、取られました。高いんだからやめてくれる。その、あのグレーの絶対取っちゃダメなんだよ。もう返してって。あ、もう返してって。違うって、横だわ。そうそう、でもそれが違うって言うんだから違うって。壊れるけやめてって、うん、違う。こうやって伸ばしてここを伸ばしてこれでばっか。あ、そうやって、夜桜のタイがおんねん、はい、あ、チカヤンや、あ、チカヤン、チカヤン、チカヤン、あ、チカちゃんか、ごめんなさい、チカヤンじゃなかった、チカちゃん、失礼いたしました。あ、で約束の日時を決めましょうよ。まあまた約束の日時を決める日を決めましょう。はいはい、約束の日時を決め、今日は決めましょう。あ、今はダメなんですよ。なんでですか。なんでだと思いますか。そんなに山田さんお忙しくないでしょ今。お前が言うなよ。誰が言うてんねん。おい、やめろよ。うん、忙しいわ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ言うな、待ってるんですよ。誰が言う、誰、俺、あれやぞ、2日前に犬救ったとこやねんぞ。うん、言い方な。うん、あ、そうでしたね、茶々丸くんね。そうやぞ。うん、誰が言うて、茶々丸くん、可愛かったです。うん。山田さんが飼ってあげればよかったのに。いや、俺犬好きじゃないんで。うん。あ、猫だけなんですか？うん、だけ。うちのあっちゃん、じゃあ一日そちらに遊びに行かせましょうか。あ、それは別に全然、はい、猫のみなら。猫のみ、猫のみ。いや、私もついてくるに決まってるじゃないですか。いや、いいです、黒ひげ先生はいいです、はい。なんで黒ひげ先生って失礼じゃないですか。いや、靴裏よりマシやろ。まあそうですけど。でしょ。うん、じゃあぜひ、はい、あの、はい、お土産付きでうちに来てください。味しめるな。お土産に味しめるな。うん、はいはい。うん、
はい、ありがとうございます。はい。ちょっとグレードアップしたお土産でよろしくお願いします。やかましいわ。うん、はい。じゃあ最後、顔真似やろ。はい。よろしくお願いします。お前な、舐めとったらあかんで。以上でございます。はい、じゃあお疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい。はい、失礼します。はい。みんなイキリストにチクっとけよ。これ今イキリストの口のモノマネしてるからな、ヒコポンが。チクっとけよ、うん、イギリストにチクれで、もうむちゃくちゃ怒られたよね、また、うん、今イギリストの口のマネしてたけど、あれチクっとけよ、イギリストに、うん、ヒコポンがイギリストディスってるっつって、うん、チクっとけよ。でむちゃくちゃキレられたよね、うん、ぐちゃぐちゃにされたけどね、家庭崩壊されたらいいね。あ、じゃあ今のイギリストのモノマネ本人はしてるつもりやね、うん、もう送っとき送っとき、ヒコポンがイギリスのことおちょくってたって、うんうん、ただあれ中村のモノマネやで、中村が初めてで俺が中村のモノマネしてんで、ヒコポンがモノマネしてる。あ、半切りやめ、うん、うん、あれチクっとけよ、チクっとけよみんなが、うん、でもむちゃくちゃキレられたよ、うん、生きていかれへんぐらいキレられたよね。え、あのタン切り飴、タン切り飴、うん、タバコばっかり吸ってるからさ、タン出るやん、うん、だから、うん、うん、ちょっと俺は何もしてないよ、やめろよ、うん、なんでお前のとこ劇団員全員不快なんだ。いや結局な、アッキーだよ、あの、いい方の劇団員って分かへんねん。分かないんだよ。いい方の劇団員って。俺だってさ、いい方で積極採用したいけどさ。うん、いや、介入入っても多分大変のじゃ、全然まだ上向いていくと思うけど。うん、ざっくりやけど。夢の160円台まで、4ヶ月でいくと思う。夢吉枠どうなってんの？俺。え、でも夢吉ちゃん結構ブロック弾くからな。うん。うん、それ分かんでもいいよ。全然分かんでもいい。うん。取れ高は東京にもあるからな。うん。分かんでもいいよ、全然。うん。山田くんの感想を聞かせてください。昨日のセブン劇場。まあ、みんな芸達者。以上。まあ、久しぶりにクルちゃんがこうアクセル踏んできたようなって感じ、うん、まあ月の後半じゃない、多分、うん、後半やと思う、うん、ケブンさん会いたかったけどな、ぶっちゃけ、うん、マチャはあれやん、リスナーさんとセックスしてたから荒れてる、うん、え、そんなやばいことなってんの、よし、ちょっと介入したろうか、そしたら。え、またなんか芸やってんの、そこ二人で。うん。頑張れ、頑張れよ、頑張れ、頑張れよ。びっくりすげえやん、ゆみきっちゃん。100人も見てるやん。激アツやな。よかったな。うん。話せないので、まったく、うん、中村やめい、頑張れない。部長でも、じゃあ山田でもほんまありがとう、ほんまに思ってるから、そのあれは本当に、うん、結構配信終わったん、うん、終わった、ありがとうね、いろいろ、うん、あのマジでほんまに感謝してる。向井さん、ありがとう。暑い一日、熱中症には十分にお気をつけて、いい夜になりますように。涼しいね、夜は。頑張れよ、頑張れよ、頑張れよ。言ってくださいだらけなんやけど。まあ、いい思い出になったので、ありがとうございました。ああ、離れていく。つか、お前は帰れない。うん、まあ別にそんな面白い、あれやな。
で、あれも R 社長の方もなんかやってんな。俺がやってくれないって言うけど、俺が毎回行ったら毎回警察呼びよ。あ、これまさこの方やってんねんな。はいはい。わかったわかったわかった。そういう状況らしいわ。いや、知らん。どこおんのか知らん。どこおんの？生きてたら向かいな。リリーさん酔いすぎ。どこでリリー酒飲んでるの？これはどこや？お前らリリーもうゲロゲロに酔ってんな。珍しいな、リリーはこんななんか酔っ払ってんのな。一人で飲みたい夜もあるよね。あ、いらっしゃいませ、しんのすけ様、神様、仏様、しんのすけ様、いらっしゃいませ。もうちょっと一通り話終わったとこっすね、しんのすけさん。いらっしゃいませ、神様、仏様、しんのすけ様。まあええやん、たまには飲みたい時もあるんじゃない、リリーも。最近つんのめりで放送やってるから疲れてるとかもあるんじゃん。リリー酒飲めるよ。飲む飲む。いやー、だからリリーさんが香川さんに求愛してるっていう状態かな、今な。そういう状態。まあ、付き合うんちゃう、その二人。付き合った方がいいと思う、俺、香川くんとリリーさんって。それは絶対そう思う。リリーってでも配信者に惚れんねんな、意外。いや、意外とありかも、科学。山田くんは誰？よく、誰ってどういうこと？山田やで、俺は。まあ、些細なことちゃう。あ、O と B が最強なんや。知らんかった。香川くん、俺の一個上やったっけ、一個下やったっけ、同い年やったっけ、何歳か知らんねん俺。香川くんって何歳やった、先輩のイメージやけどね。あー、いい、おやすみなさい、純之介さん、おやすみなさい。配信者の話ではないんですけど、恋の話ですね。恋の話。85年生まれ俺。あ、やっぱ一つ上やん。マヤミ何型やったっけ、ジャックポット当たる？マジかよ、羨ましい。じゃあ科学一個上やわ俺。一個上やわ。セブンさんも上やったもん俺確か。まあ、上やったよな確かな。ダーって言い出したら相沢と一緒やで。ダー言い出したら相沢と一緒やん。ええんか。あ、ほんじゃ香川くん一個上やわ。え、脇がか、どうやろう、似合わんかったけどな。あ、セブンさんが本じゃいっちゃん上なんや。セブンさん会いたかったわ。花屋さん多分一個下かな。ミロ、なんや、ミロって見てるで、ミロ、見たで、ミロ、見た見た、ミロ見たって、プロフィールを見たらいい。サムネを見たらいい。可愛い私を見てってこと。何やねん。どいつもこいつも色ボケしやがって、ほんまよ。
どいつもこいつも恋だの恋愛だの妊娠だのほんまよ羨ましいぜ、うん、羨ましいわ。ええのほんま脳内お花畑でよ、うん、どいつもこいつも、うん、ちょっと弓木ちゃん羨ましいわほんま、うん、会ったこともない人にキュンキュンできてさ、うん、いやーちょでもその全員ほんまな脳内お花畑すぐ成り上がるからさ、うん、だから香川くんかっこいいよななんか、うん、雰囲気イケメンって言ったらいいんかな、うん、まあ色気じゃ俺の方が勝ってるけどな、うん、いや羨ましいわほんまに。ああ見た見た見た365見た見た、違うやん、ちゃうちゃう、もう俺の前に来た女子はもうみんな名ハートやから、うん、タコシは色気というよりかはやっぱ全般に優しいからモテるよなあ、ジンくんアラビありがとうパワーナイスオッケーホットで、ね、いつか一緒に淀川で花火見ようね、ナイスオッケーうまい、うん、やろかっこいいやろかっこいいと思ってる人はよかったらどんどん花火くださいね金銭と。中身は香川くんが、あ、外見俺なんや、いや、たかしモテるけどな、うん、たかしめっちゃモテ、多分下手したら機長よりたかしの方がモテてるんちゃうかなって思う、うん、まあその一番モテてんのが俺、二番目がバファリンやとして、まあそっから下にはなってくるけど、うん、あ、金の風船パオ、あざすオッケー、いいよ。あ、だから太郎くんとかが言うたらバファリンとかと同じぐらいのラインちゃうんかな言うたら、うん、まあ、一番は俺ではあるけど、うん、うん、俺1バファ2番、うん、それはもうそれでいいから本人にも言うてるから、うん、別にケチでもいけんもん俺、うん、ケチでもいけんもん別に。はい、小萩ちゃん、パオン、だよね。ほんとね、いつか一緒に広島で花火見ようね、小萩ちゃん、パオン、あざす、オッケー。山田さん、ハードル高すぎ、まずお金がないと無理だから。うん。まあ、それを超越するほどの容姿あんねやったら、また話変わってくるけどな。うん。うん、せやな、もうほんとどんどんガチ恋になって課金してくれへんかなみんな、うん、いや厚石さんは滋賀県で行方不明やな、うん、あ X の山田、いやだから結局別に衣装モテてんねんけど、あのなんか規模でかなったせいでつまみ食いできひん、うん、以上です、うん、まあ もはやモテても意味ないねんけどな、うん、変わらんよ別に、別に過疎だろうが今だろうがモテモテではあるけどこの顔やから、うん、たださあつまみ食いできひん、うん、一切できひん、もうつまんで食ったらすぐ暴露やから、うん、うえほうえほ、久しぶりにやったな、あ、仮想時代の配信、あ、まあモテるよな、うん、はい、剣5個パオン、あざ、少し少しオッケー、うまい剣、いいよその剣で俺のこと刺してほんと、あざす、新しい人うまい、オッケー、うん、
モテたとこでやからな、どないしょうもないからな。どないしょうもない、穴に入れれずじまいや。パオンしたいぜ。いや、アリエリに言われても何にも嬉しない。響きもせえへん言うたら、その字すら目に入ってけえへん。いや、かけてきたらええやん、別に。かけてきたらええやん。かけといて。別に暇やったらかけてきたらええやん。かかってはけえへんか。もう恋に恋してんねんな。ああいうキャラやといいよな。自由に恋愛できるしさ。なあ。俺がちょっとさ、例えば、くるみちゃん好きとか、まゆ好きとか言い出そうもんならな、ほんま、コメ欄がカオスになるからな。リリー、どこにおるか知らんもんだって。だから、異性関係、マジでほぼ全部無理やからな。配信やってたら。でも我慢するとこせざるを得へんねやろうな。そんな甘い世界じゃないんや、アリエルよ。そんな甘い世界やないんや。アイドルって、あれやから、こうやから。アイドルってな、こうやね。え、仲悪ないよ。まあ、しゃあないな。それ相応の対価いただいてる以上な。下半身の不始末が今許されへんからな。きつ。きつ。お、山田が、マジでガチ勢やん。まあ、くるみは元から、ああやん、ぶっ飛んでるやん、言うたら。要所要所でぶっ飛びエピソードあるやん。ああ、ええ、いいです、いいです。別にくるみさんとやりたいと思ったことない。あ、こんばんは。だから俺変な潔癖あるから風俗無理やねんって。おごりでも嫌やば俺。風俗無理です。プロかの、いやいや、プロな時点で嫌やろ。彼女にしたくない。いやいや、どんどん課金してください。27号さん、いっぱいあるやん、くるみ。まあ、色気もあんまりないよな、くるみさんって。リリーが山田なら1日4回無理やろ。俺ができひんわ。俺ができひん。4は無理やわ、しんどいわ。セミプロではないやろ。素人プロやろ。素人プロじゃないですか、言うたら。いや、全然飛んでないってことではないやろ、多分。え、性癖別に、そんな、大したあれないっすよ。あ、山口じゃん。逆張りで安楽とやらんわ。まあまあ、でも、見た目はいいからな、くるみって。モテるよな。そうそう、さすがにそれはない。一期一会なんか気まずい。おしっこしたい。ちょっとおしっこしてる間コメント読んでるんで、ちょっと待ってね。おしっこ漏れそう。いやー、今日も家でやりきったね。はい、おやすみ、ひこぽん。やりきったね。ようやったわ。もう三乾燥か。三乾燥やったか。よいしょ、ちょっとコメント見てるんで、トイレ行ってきます。あ、M の人 5% パン OK。 よっしゃ、 M の人 6% OK。 ナメちゃんマレード OK、 うまい。はい、ケン5個アザスパン OK。 はい、 M の人当たり OK3 つ、うまい。
ないぞ。続けていこう、続けていこう、続けていこう。うん、ジャックポット出そう。知らんけど、うん、ジャックポット出そう。ええよ、うん、JP 出そう、JP、うん、たまにはって、こないだおったやんけ、うん、出てたじゃん、うん、じゃあ脇内行かなあかんっぽいな、これな。どれ行こう。鯉のぼり集めとんかいってどういうこと。鯉のぼりなんかもう一瞬で全部揃ってない、もうマックスやろ、ちゃうの、うん、しかももうその集め切った鯉のぼりもう全部溶かしてるからなもうないからな、延長チケット、うん、もうないわ、一瞬で溶けたわ。延長代もかさみますね、ほんと。うわ、当たり、ありがとう、サメイちゃん、 ありがとう、シャメイ、パオン、あざすオッケー。え、いいよいいよ、全然、もう花火でも招き猫でもそれは全然、もう一感想ぐらいいけるか。お腹すいたな、ちょっとな。ご飯どうしようかな、ご飯どうしようかな。コンビニ行くかな、コンビニ行く、コンビニ行こうか。ちょっと家でずっとおってもあれやし、外でよかな、うん、何もやることを生きてる意味もないけど。はい、あざす、パオン、あざす、はい、パオン、あざす。匠ポケセラについて、いや、あれやろ、腹ましたけんちゃうかった、それ。あんま全然知らん俺。はい、ありがとう、モカモカいいよ、それ、うまい、続けていこう、モカ、うん、気にせんとあれやで、性のアイテムもいっていいねんで、あの金の花火とかも、うん、え、どうせ行かなあかんくなるんちゃう、うん、なんかちょっと燃えてるらしいよな、匠くんとか、あと七色さんとか。昨今妊娠ブームですか。はい、徳兵衛さん、パワー、あざす、オッケー。いやいや、ちょっとこの上のタイトル通りや。言うの人ありがとう、オッケー。うん、いや、しない、春巻きとかだって油使わなあかんか、めんどくさいやん。酢豚もめんどくさい、油使わなあかんから、うん、料理といえばやっぱ油使わへんのがセオリーやからな。うん、吉郎七色引退とか聞いたけど、どう、ほんまなの。はい、バラ、パオン、あざす、オッケー。すごいよな、ポケ仮面って。うわ、オリバーさん10個パオン、あざす、コショコショ、オッケー、いいよ、10個、ナイス、オリバーさん、やった、270ポイントゲット。いや、多分モタン、あ、マリニャはもう生まれてんや。スシロー安くなってるってどういうこと。スシローって元から安い系じゃないの、あれ。菊芋はどうやねやろうな、いいんかな、結局のとこ体に。酢豚はうまいな、王将の。春巻きは食ったことない。あ、セラちゃんがついた、嘘なんや、いい。なんかそっち界隈も結構荒れてるよな。お、ポケ仮面たまに YouTube で見るかも、たまに。うん、うん、知ってる知ってるよ、みきちゃん、うん、楽しそうにやってるじゃん。はい、春はあけぼの、パオーラ、そっけー、うまい、いいよ、飛ぶ、うん、飛ぶ飛ぶね、ほんとマジかよ、うん、え、いつもより安くなってんの、嘘やろ。いや、また妊娠させたら多分エグいで、多分、うん、コメ欄今まで見たことないことになるわ、多分。好きなタイプは、好きなタイプは、お金持ちお金持ち、うん、辛いよ。だからなんかちょっとタクマとかマユちゃん羨ましいなって思うもんな、うん、まあ、公言してないにしてもさ、うん、いや、1000万ないやん、あんの。はい、パオン、あざす、オッケー、いいよ、うん、恋の季節はないです、うん、来ないです。やる人やろ、ミュージオークを、うん、やっぱ
もうアイドルやから俺って、うん、うん、無理無理、うん、やろう、俺魅力的やろ、どんどん課金してくださいね、ケンスと。そうそうそう、あんな見れたら羨ましい、なんか、うん、もう完全プライベートと趣味ガッチャンコやからさ、うん、やっぱみんなのアイドルであり続けなあかんから俺は。まあ自分で選んだことやからな、うん、な、もしもし、なんすか。寝る前にちょっとお約束していただきたいことがございまして。はい。あ、まあ無事です。あ、はい。あ、決まり、カメラ次来るときに、うん、これでいける。太郎さんと一緒に、はい、来ていただきたいなと。まあ言うだけ言ってみるっすわ。はい、はい、お願いします。それだけです。はい、失礼いたしました。配信頑張ってください。もしもし。はい、はい、では失礼いたします。はい、もしもし。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。はい、HR 言ってるだけやろ。書類送検なんてさ、基本あれやん、聴取受けて ないのにされてるわけないやん、言うたら。また変なこと言うてんやろ、相沢さんが。ああ、そうだ、やった、書類送検されてるらしいです、言うたら。